どうも、大スケです。今回は僕の好きな小説、有川博さんの三匹のおっさん、再びについて、あらすじと見どころを紹介していきたいな、というふうに思います。まあ、先日、これの前の作品、三匹のおっさんについて紹介したところなんですけど、三匹のおっさんは、実写ドラマ化してくるしてるぐらい、結構人気な作品みたいで、まあ、図書館戦争の作者の有川先生が書く作品なんで、やっぱ面白かったんですよね。なんだろう、まあ、あの、タイトルにある通り、 もう60前後の3人のおっさんが主人公で彼らを中心にまあその彼らの家族だったりそして彼らだったりがあの焦点を当たられた主人公のショートストーリー集みたいな感じなんですよね短編集みたいな感じなんですよねで人間ドラマだったりとかまあ現代社会の闇だったりとかそし,そしてまああの家族の大事さだったりとかいろんなことを教えてくれる非常に面白い作品なんですよねでまあこの2作目も1作目が面白かったから2作目ちょっと気になって読んでみたらやっぱ案の定面白かったんですよねでまあ基本的な登場人物人物物のの主要最初の と,ところだけちょっとおさらいしたから各エピソード紹介したいなっていうふうに思うんですけどもまず一人目がキヨっていうあキヨというと僕の好きな動画実況者が頭に思い浮かぶんですけどまあ、あの3人のおさのうちの一人がキヨなんですよねで定年退職をサラリーマンしていたんですけど定年退職をしてその後まあ、そのあの自分の勤めていた会社の系列のところの,あのゲ,ゲーセンの会計係に 再任用としてあのまあ再就職して週に34回そこのゲーセンに通っている働い,働いているっていうような剣道の達人なんですよねで道場をお父さんから譲り受けていて道場を開いていたんですけど、まあ、最近は道場誰まあ,あの子供が通う生徒たちがいなくなって今は閉めているけどあの孫の高校生の結城くんと一緒に朝稽古したりとかしてるっていう感じの,あのキヨさんなんですよねでまあ キヨさんは奥さんとそして息子夫婦と、そして孫と一緒の家に暮らしているわけなんですよね。とはいえ、やっぱり一緒の家に暮らしていた居酒屋さが絶えないから。まあ2世帯住宅でちょっとあのあのまきよと奥さんの家と。そしてあの息子夫婦のあの家族はちょっと別途というか、1階と2階で玄関を開けてたりとかするんですけど。とはいえ、やっぱそのなんかまき、あ、よの奥さんヨシエと、吉江とそして。 あの息子夫婦のまああの奥さんの方高子さんと、まあ、毎日戦争しているっていうところに板挟みで生活しているっていうような感じなんですよね。で2人目の、まあ、3匹のおっさんのうちの2人目がのりっていう工場経営者の,あの機械とかその,なんかあのコンピューター系に強い3匹のおっさんの中では頭脳派の,あの小柄な眼鏡のおっさんなんですよね。であの彼は奥さんがいたんですけどあのまあ あのまあ、出産の時に体が耐えられなくてお亡くなりになってしまってそしてその時にまあ一人娘の早苗ちゃんがいるんですけどでノリはまあ60前後なんですけど高校,、まあ、高校3年生の結構年の離れた親子の2人暮らしをしているっていうような状況なんですよね。 で、3人目のおっさんが、しげっていう、あの、まあ、柔道の達人で、なおかつ居酒屋の元亭主。その、まあ、居酒屋経営しているんですけど、メインのその仕事っていうのは自分の息子夫婦にもう譲っていて、まあ、けど自分の仕事もやりますよっていうような感じの、この3人が、まあ、あの、清が定年したっていうことで、そして2人とも工場経営者と、 のとこある程度時間の融通が効くっていうところでじゃあ3人でまた昔のように昔のガキンチョだった頃みたいに何かするかっていうふうになってじゃあ,まあせっかく体を持て余してるしあの夜回りというか町の警備隊というか、まあ、そんなその自分が警察だみたいなふうなわけじゃないけどとりあえずあの自分の町の治安維持にはいろいろ努めていきましょうかということで「三 <laughs> 匹のおっさんの第1作の前作の方だと痴漢を捕まえたりとかそのゲーセンで。 そのゲセンの店長を落としているチンピラたちをまあ追い払ったりとかあとは早苗ちゃんの同級生に対して「アイドルになりませんか?」っていうふうに言って騙して下着の写真を撮ったようなあのやつをとっちめたりとかあとは商店街で老人たちを対象にマルチ商法とかインターネット,ネットワークビジネスとかで金を搾取しようとしていたやつらをあの追い払ったりとかいろんな活躍をしてきたっていう感じなんですよね。第2作目の 1一つ目のお話っていうのが貴子さんがバイトを始めるって話なんですよね。タカコさんって誰やねんって話なんですけどその清の,あのお家はそは息子夫婦とそして孫の優輝くんと一緒に生活しているっていうふうにお話ししたと思うんですけどその息子の奥さんが貴子さんなんですよね。で清の,の奥さんの吉江さんと貴子さんが、まあ、あの毎日ぶつかり合ってるっていうような状況なんですけどそのまあなぜそんな一緒に暮らしているのかって話なんですけど。キヨの息子さんが 社会人1年目の時に大学生の当時大学生だった貴子さんを孕ませてしまって結城くんをお腹にあのまに、あ、授けさせてしまってで社会人1年目の,その息子があの、まあ、家族を養っていけるとまあ結婚するにしてもその家を買うというかあの、まあ、養っていく経済力があるわけでもなくて泣く泣くキヨ夫婦にお金貸して、まあ、出してくれっていうふうに言ったわけなんですよね。でまあ、とししててはその自分のの息子のやらかしによって 貴子さんに子供を作らせてしまったっていう負い目もあるからもちろん向こうの家族には謝、まあ、りに行ったわけなんですけどっていう負い目があるからキヨさんたちがお金を出して一緒に住み始めたっていうところだったんですよね。で貴子さんは、まあ、音楽大学の出身っていうのとその実家がおあの、まあ、結構金持ちでお嬢様だったっていうのもあって結婚してからもそうなんだろう全然そのバイトとか部活とかも全然してなかったし社会人になってからも働いたこともないまま優雅にマダム生活を謳歌していてまあ 何というか、まあ、悪く言ったら高飛車というかその、まあ、あの浮世離れしているというか他の庶民と感覚がちょっとずれているわけなんですよね。でちょっとのんびりしているところとかっていうのがその清の奥さんと衝突する原因だったりとかしてたんですけどそんなその何だろう、まあ、社会人経験のないような貴子さんがパートを始めるわけなんですよね。っていうのをまあ あのさっきお話ししたようにできちゃった結婚をしたわけなんですけどで働いたことがないまま高校生の息子ができちゃった元お嬢様っていうのがあってで、まあ、あのそれでいろんなそのトラブルを引き起こしてきたわけなんですけどで前作の小説でも前作の最後の,その商店街に現れたマルチ商法の軍団たちに空気清浄機の70万円するやつをだまされて買ってしまったりとか、まあ、なんかね、まあ、ちょっとねなんかもうちょっとしっかりしなよっていうようなところがあるわけなんですよね。で まあ、自分の息子ゆうきくんはあの茶髪でピアスしててなんかチャラチャラしてるように見えるわけなんですけどそのゆうきくんも自分の両親のことはちょっと軽蔑しているところがあってそういうその自分の両親はなんかぼやっとしてるところがあるから自分あのなんか親のすねを大人になっても親のすねをかじり続けているっていうところとかを見て自分はちゃんとしなきゃなっていうふうに思ってゆうきくんは自分でバイトして自分の必要な金は自分で貯めているっていう状況なんですよね。で、 貴、まあ、子さんはその自分を、まあ、まあ自分のキヨのさんだったりとか自分の義理のお父さんだったりとか自分の息子だったりとかも頑張ってるっていうのもあっていろいろ影響を受けて、まあ、自分を変えるためにあのスーパーでパートを始めたのっていうふうになるわけなんですよねただ職場ではやっぱりその、まあ、社会人経験がなかったっていうところもあるしまあ貴子さんは綺麗なあのまあその年の割ににの綺麗だっていうところもあってであの店主に。 気に入られるわけなんですよ、ね、まあそれは別に悪いことじゃないわけなんですけどただそれを見ていた他の職場のパートのおばちゃんたちからしたら何,何あいつっていうふうにあのまあ煙たがられるというかあのまあ意地悪されちゃうわけなんですよねやっぱ女性社会っていうのはその辺が大変だなっていうふうに僕勝手に思うんですけど。で あのまあ、他のパートのおばちゃんたちからしたら大して仕事ができないくせにチヤホヤされて腹立たしいというふうに思われるわけなんですよで休憩時間も自分の居場所がなくて居心地が悪いわけなんですよねただまあ今そのそこでパート辞めたらやっぱ家族からもパートの人たちからもやっぱりね元お嬢様だからなんかあのこういうの耐えられるわけないわ予想通りよっていうふうに思われるのが嫌だからその耐えて仕事に行くわけなんですよねその、まあ、家で一人でいる時についつい泣いちゃったりとかするし まあ息子の結城くんがおふくろ大丈夫かよというふうに心配してくれるわけなんですけどでまあとはいえ成長,成長しようというふうに思って勇気を出してというかまあ根性であの仕事を続けるわけなんですよね、まあ、だから僕たち社会人が20代のうちに経験することをまあ遅ればせながらあの40前後になって貴子さんも経験するってわけなんですよねでそんな中、まあ、精肉店でパ,あのパートの仕事をしていたわけなんですけど あのコロッケを買いに来た女子,女子高生のサナえちゃんと仲良くなるわけなんですよね。まあ、このサナえちゃんはその3匹のおっさんの1人のあの,のりの娘さんでなおかつ今結城くんとお付き合いしているっていう女子高生なんですけどサナえちゃんはお母さんがいないっていうのがあって自分で料理を作ったりとか自分でその、まあ、もちろんスーパーに行って毎日買い出しをしてるわけなんですよね。でまああのた子さんからしたらあこんな若いお嬢さんも買いに来るんだってあのなんか。 食材とかスーパーのレジ袋とか見た感じ自分で料理してる感じだ偉いわねっていう風にやっぱりおばちゃんたちの中に若い子がいたら目立つわけなんですよねでまあ貴子さんがちょっとミスしちゃったっていうのがあるんですけど早苗ちゃんがそれをなんかおおらかに許してくれたっていうのがあってなんだっけあのコロッケを確か落としちゃったんだったかなであのそれが最後の一つだってで別の,あのコロッケあので補填したら、まあ、あのコロッケを多めに補填してなんだか許してもらったって感じだったんですけど早苗ちゃんはむしろあの そのここととに対しして責めるどころかああれ得しちゃったありがとうございますみたいな感じだったんですよね。であいい子だなっていうふうに思ったわけなんですけどであの、まあ、ちょっと早苗ちゃんに視点が変わるわけなんですけどその時期はもう冬のバレンタインの時期だってで、バレンタインのチョコを作りたいわけなんですけどラッピングとかその。 なんか手作りとか重たくないかなってゆうきくんにプレゼントするの重たくないかなってクリスマスの時に自作の,あの家庭科部に早苗ちゃん所属しているから自作の手編みの,あの手袋とか作ってなかなかのクオリティのものをゆうきくんに渡して喜んでもらったみたいなことがあるんですけどであの今まで男の子にそういうあのチョコレートとか渡したことないからどれぐらいその力を入れていいのかわからないとかあのなんか重たくならない程度のラッピングとかってどんなのがあるのかなっていうふうに 早ちゃんちょっとデパートというかスーパーのなんか売り場で悩んでいたんですよねであのオフの日の、まあ、仕事してない時の高子さんがたまたまさなえちゃん見つけて「あれあの時の」っていうふうになって「あのどういうの探してるの?」ってあのまあなんかラッピングの色だったりとかっていうのを、まあ高子さんはそ,の、まあ、そういうセンスが結構優れていてであの、まあ、こういうのがいいんじゃないっていうふうに無難なやつというか「あこれならうきく君喜んでくれそう」みたいなやつをさなえちゃんにその指南してくれるというかまああの。 アドバイスしてくれるわけなんですよ、ね、でまあ高子さんはあのそういうふうに、まあ、バイトしんどいなっていうふうに思うところが9割9分ただたあのまあ良かったなってバイ,バイト始めてよかったなっていうふうに思うことが1%ぐらいある状況でまあ自分よりもその人間関係の構築がうまかったり立ち回りがうまかったりとかそしてまあバイトの経験もゆうきくんは高校1年生の頃からずっとやってるっていうのがあって息子にその。 なんか人間関係うまくやる方法について聞いてみるわけなんですよねだったらゆうきくんは、まあ、とにかく自分のことしか見えてないやつは周りからしたら腹が立つんだよなーっていうふうに言うわけなんですよねでたかこさんはなんかよく考えてみれば確かに初めてのバイトパートっていうのもあってわたわたしてたっていうのもあるけどで自分のことに一生懸命で周りが見えてなかったシェアが凶になってたなってシェアが狭くなってたなっていうことに気づくわけなんですよねで まあ、周りのその、まあ、義理のお父さんの、あの、清さんとか、そして自分の旦那だったりとか、みんなも、高子さん大丈夫かなっていうふうに、一人でパートを続けられるかなって、まあ、今のところよく続けてるけど、いやよく続いてるなっていうふうになってるし、そしてやっぱりその一人で泣いてるところとか、凹んでるところとか見て、やっぱ辛いこと、苦しいこととか、たくさんあるんだろうなっていうふうになってるわけなんですよね。ただ、もう、高子さんも、40歳近い一人の大人なんだと。だから、まあ、 あのこっちからあれやこれや指図するというかアドバイスするんじゃなくてあの先日のゆうきくんみたいにその高子さんがた頼ってきたあの教えてっていうふうになった時に手を差し伸べるのがいいんじゃないのかっていうふうに優しく見守るわけなんですよねで、まあ、高子さんをバイトする時にあのなんか、まあ、自分の義理のお母さんのよしえさんといる時のことを思い出すわけなんですよねでよしえさんは肝、まあ、っ玉というかその結構その、まあ、気が強いというか。 気が強いタイでのんびりしてるよしえさんはなんかイライラするように映ることが多々あるみたいなんですけどその時のことを思い出して貴、まあ、子さんはあ吉江さんは多分こういうことをしてあのいつもこういうこととかで怒ったりとか注意したりとかするからあのパートの人たちのそういう性格のことを考慮して多分これが欲しいんだろうなあれが欲しいんだろうなっていうふうに先読みすることに意識を向けることによって。 まあなんか精神的にもそして時間的にもゆとりが生まれるようになって職場で仲良くお話できるような友達もできたわけなんですよね。あのタカさん今度一緒にご飯食べないみたいな感じで。で、そあのまあ高岡さんはちょっと仕事楽しいなっていうふうに思うようになったわけなんですけどそのできたパート先でのおばちゃんの友達がなんかねちょっと本性を表してくるようになったわけなんですよね。というのも小銭をたかってくるようになったわけなんですよ。まあ、一緒にあの お昼ご飯食べたりとかたまにパートの帰りにカフェに寄ったりとかするわけなんですけどレジでお会計する時に2人で会計出す時に「あごめんちょっと50円足りないから出してくれない?」みたいな感じで「そのとか10円とかその普通にいや50円とか10円ぐらいおごってやる」っていうふうに思うかもしれないけどそれが毎回続いたらちょっとあれっていうふうに思うじゃないですかやっぱり誰だってね。ただ いいちいちそんなあのこの前も50円出したでしょみたいなふうに言うのってみみっちいかなっていうふうに思いながら思うというかタ子さんはまあそういう人間関係とかに疎いっていうのがあって、まあ、これを我慢するのが普通なのかなみたいなふうに思ってあの、まあ、その人との関係を続けていくわけなんですよねただその人もなんか一緒に2人でいるとなんか、ね、職場の人の人悪口とかめっちゃ言うわけなんですよねで特に職場のおつぼねさんの悪口とか言うわけなんですけどただあのカ子さんはおつぼねの人厳しいけどそんな。 あのまあそんなに言うほど厳しいかなっていう風に誇張してないかなっていう風に思うわけなんですよねただそこであのそこまで言うそんなにひどいこと言わなくてもいいんじゃないみたいな風に言ったらせっかく作った友人関係というかなんかいい人が自分から離れていってしまうかもしれないっていうのがあって「ねえ高子さんもそう思わない」みたいな風にどうをう求められても「ああまあそうなのかしらね」っていう風にごまかしてたわけなんですよね。そそんあある日のののパート先でのおばちゃんがちゃがょっとあの 給料5万円前借りであの貸してしってほいいううに言うわけなんですよね。あのまあ,あの給料日が近づいてくるから給料日になったら返すからちょっと5万円貸してとというのも私ちょっとあのなんか変な通販で騙されて何十万円の,あのなんか商品買っちゃったのとであのクーリングオフあのしたいんだけどただまあそのクーリンまあタカ子さんもクーリングオフした時に。 そののの悪徳業者の小の人たちが家に乗り込んできたたことがあったわけなんですよねで、清さんがたまたまいたから追っ払ってくれたっていうのもあったんですけどただそのこのおばちゃんはそんな清さんがみたいな存在が家にいるわけでもないし旦那にこのことがバレたら離婚されるかもしれないとだからあのこの5万円でなんとかごまかすことができるからあ5万円あればなんとかごまかすことができるからあの、まあ、そして給料がもうすぐだと給料日がもうすぐだとだからそのあなたのお給料貴子さんのお給料ちょっとあの 前もっっててて貸してくれなないっていうふうに言うわけなんですよねで、まあ貴子さんも自分が被害に遭ったっていうこともあったしそしてこのおばちゃんはその自分の夫婦生活というか離婚がかかってるバレたら離婚してしまうとかわいそうだっていうことでそのお金を貸したわけなんですよねで給料日になったわけなんですよだったらその仲良かったおばちゃんとか仲良く自分を我慢して仲良くしていたおばちゃんが あのバイト先から失踪すするわけなんですよ、ね、給料日もらった途端に「あの今日最後にそのやります」っていうふうに急に言ってあ「あの人帰っちゃったのよ」っていうふうにお坪根さんとかに言われて「っ!」ていうふうになるわけなんですよね。ではた、まあ、から聞いてたらいやいや貴子さんっていうふうに思うかもしれないけど。 いやー僕たちもそういう状況になったらなっちゃいそういうい同じことしちゃいそうになりませんって話なんですよね。まあ、他人の話だからおかしい,そい,そ,いそいつ友達じゃないぞっていう風に気づけるけどやっぱ自分がそういう状況になったら例えばその学生の頃だってあの、まあ、男の子でも女の子でもやっぱ学校が社会の半分じゃないですか学校とあの家ぐらいしかコミュニティないじゃないですか。でで学校でいじめらられたらやっぱその まあ社会人になって、馴染めない環境があったら自分で転職したりとか、副業とか、まあ SNS だったりとか、自分の趣味のサークルに入るだったりとか、いろんな、その、まあここの人間関係家だったら別にここで仲いい友達作ったらいいよねっていう風に自分で環境は選べるけど、まあ子供の頃、学生の頃とかだったら、その学校で嫌われないように、学校のクラスメイトとか、その自分のつるんでいるグループから嫌われないように顔色を伺って過ごさなきゃいけないじゃないですか。 であのまあ、僕もいじめられる子だったんで特に分かるんですけどだから自分の好きでもないやに媚びたいとかあの同意を求められたらそのなんか自分の意見曲げたいとかしてたと思うんですけどみたいな感じで高子さんも社会人になってからやっぱりその自分の職場の中で唯一できた数少ない仲のいい友達を失いたくないっていうことでこの人に嫌われたくないっていうのとこの人の力になりたいっていうことでその弱みにつけ込まれてあの、まあ、金逃げられた金取られたわけなんですよね。で まあただ、もうこれはどうしようもないということで、たか子さんがそのおつぼねの人とか職場の人に相談して、おつぼね,つぼねの人がそのクソおばちゃんをあの問い詰めて、あのまあ、お金をそのあの、おつぼねあのを経由して、たか子さんのところにかあの返してもらうわけなんですよね。ただ、そののまに、あのまあ、そのクソおばさんがたか子さんに電話してきて、あんたよくもやってくれたわね、こ,あの,このクソマンみたいなふうに口汚く罵ってきたわけなんですけど。 <laughs> あのまあ結局友達しなかったんだなっていうことをあの分かったしそして高子さんにとってはまあ職場の人たちにもそういう意見もあって迷惑かけたなっていうこともあってまあちょっとせっかくその職場でそのクソおばちゃん以外の人たちとも馴染み始めたところだったんですけど、まあ、バ,イトのバイト先を変えたわけなんですよね。別のパートをし始めて まあ、ただそこでも一生懸命仕事頑張ろうっていうふうに、まあ、仕事を辞めてまたまたの生活に戻るわけじゃなくてやっぱパートをしてそのお金の大事さやっぱその空気清浄機70万円とかに騙されたのも自分で働いてお金を稼いだこととかがないからだんだんの財布にすがりついていたからっていう心の隙を狙われてたわけなんですよね。っていうことも反省してやっぱ自分でお金を稼ぐことの大事さっていうのをまあかみしめるためにも。 そのののお肉屋さんパパーートトを別のパートに変えましたっていうところで高子さんも大人になってからも成長を続けていくよっていうような感じだったんですよね。でそしてあの、まあ、余談なんですけど息子のゆうきくんがバレンタインデーの日になんか見覚えのあるラッピングの,あの <laughs> まあお菓子をもらって帰ってきてるわけなんですよね。でそれを見て「あひょっとしてあの肉屋さんにお肉を買いに来たあの子はゆうとそういう関係なのね」って。うちちの息子は、まあ、ちょっと親バカかもしれないけど 女を見るセンスは女を見る目は確かなようねっていうふうに北斎んだところでたたさんんののバイトの話が終わりましっって感じだったんですよね。いやーなかなかいい話だったなーっていうふうに思ったんですけどまあやっぱ誰だってその社会人になって経験する社会の理不尽さだったりとか人間関係の煩わしさっていうのをそして大人になってからでも人間はいつでも成長することができるよっていうことを教えてくれるなそして。 あの心の好きとかやっぱ自分でその経済的そして人間関係のゆとり、まあ、人間社交術だったりとか身につけておかないとそのクソみたいな環境をに我慢してい続けなきゃいけないよだからそんな自分を変えるためにはあのそんな環境にいたくないんだったら自分を変えるしかないよということを教えてくれるなんかすごいいい作品だったいい一つ目のお話だったなっていうふうに僕個人的には思いましたで二つ目のエピソードが本屋にいてっていうお話なんですけどなんか 最近その万引きする学生が多いみたいなんで,すよ、ね、であのまあえー、とそのな、まあ、本屋とお友達なわけなんですけど三匹のおっさんたちはねで居酒屋でそのなんか雑談とかしてたら最近なんか、ま、あの漫画とかコミックとかその新品の本とかを本屋でその盗んで子供たちがグループになってかんあの、まあえー、とお店の人たちが来たら「お来たぞやめろ」みたいな風に言ったりとかその漫画を あの狙いの漫画を本棚から引っこ抜く係とそれをカバンに詰め込む係みたいにあの、まあ、グループになって計画的に役割を分けて窃盗する学生たちが結構多いらしいんですよね。でそれをあの、まあ、近くの,あのフル本販売のところブックオフみたいなところに売りさばいてであのかあの小銭を得ている子どもたちがいるみたいでなんか、まあ、その本屋の友達から「どうしたもんかね?」みたいな悩みも来てるわけなんですよね。 でまあ清たちはどうしたらいいのかっていうふうに思ったわけなんですけど、まあ、頭脳役のノリの,あのアイディアによってまあその近くの本棚を見張るあの本屋さんを見張ることにしたわけなんですけど監視カメラの資格を使ってあのまあ,あの子供たちが集団で役割分担して作業してるんだろうっていう仮説をもとにその本屋さんに。 あのまあ、いきなりおっさん三3人が毎日ずっといると怪しいっていうふうに思われるのであの、まあ、時間を変えたりとか場所を変えたりとかしてその本屋の中をあの監視しているわけなんですよね。である日ゆうきくんがさなえちゃんと帰っているとゆうきくんがお前本泥棒だろっていうふうに間違えられて確保されるわけなんですよね。まあ、ゆうきくんはその茶髪でピアスで、まあ、見た目チャラいっていうのがあってあのたまたまその逆方向から逃げていた学生たちが。 あのゆうき君にぶつかって、ちょっと本を落としながらも逃げていくわけなんですよね。で、あの本が落ちていて、そのなんか明らかに見た目がチャラいゆうくんがその本を持ってるっていう風になったら、お前か学生の泥棒かっていう風に連れて行かれて、はふざけんなよっていう風になるわけなんですよね。 っていうこともあって、その、ゆうきくんからも、その、なんか、じじいと、その、きよさんに対して、あの俺、俺、その、なんか、万引き増えてるみたいだなって、俺もなんか、この前間違えられたんだよって。で、あの、きよも、あのお、お前がそんなチャラチャラした格好しとるから間違えられるんじゃ、誤解されるんじゃ、っていうふうに言われつつも、言いつつも、そっか、やっぱり増えとるんじゃなーっていうふうにキヨ、きよ、きよさん思うわけなんですよね。で、まあ、あの、その、 注,注目しているというか、そ悩み相談のあった本屋っていうのは2階建てなんですけど、その本屋の中を見回して、その、なんだろう、防犯カメラが、えっと、1階に多めで、で、二階目あ、1階と2階にまんべんなく置いてあるわけなんですけど、で、2階のコミックのエリア、まあ1階にレジがあるっていうのがあって、2階の自動絵本とかコミックのエリアが、ちょっと犯行に狙われやすいっていうのがあるわけなんですよね。で、まあ、あの、 1階の監視カメラの量を減らして2階に移動させようっていうふうにノリは言うわけなんですよ。というのも、まあ、カメラの代金とかそのなんか突面鏡そのなんか部屋の,あの角っこに設置したら四角のところも見えるようなそのあの交差点とかに置いてあるようなそういう鏡なんですけどをその室内に貼るのとかもバカにならないですよね。で だから追加でカメラを購入するお金もないからじゃあどうやって工夫しようかっていうふうになったら1階の監視カメラを2階に移動させようとで1階には代わりに突面鏡を多めにしようとで1階はその店員さんがうろちょろしてるし突面鏡を見たら視覚の人たちの動きもある程度見れるとで人間の心理的にも人がいる1階の方が犯行には及びにくいとだから2階に監視カメラをたくさん設置しておいて視覚を減らすことに優先しようというふうになるわけなんですよねでその中そ中の 本屋での監視を続けていくわけなんですけど、で、子どもたちの中でこの書店がカモっていう風にあの噂だということがしげたちがその張り込んでいてわかるわけなんですよね。2階で普通の客としてその子ども用絵本とかのところをうろうろしていたら中学生たちが、あのなんかあの向こうの棚向こうの本棚の四角のところでこそこそと あ、ここの本棚ってあ、ここの書店って、あの、マジで万引きしやすいらしいぜって、あのうちの先輩たちがそれで何,あの何万円儲けたみたいな話言ってたぜえー、じゃあ俺たちもやっちゃうよみたいな風に聞こえてきたわけなんですよね。で、まあ、あの、その声をしげが聞いて、その店員さんと一緒に、 あのそういえばこの前万引き犯が万引きが捕まった子供たちあの子たちどうなったっていうふうに言うわけなんですよねだったらその店長が、まあ、警察に引き渡したんだけど親も来たし大変だっただろうなっていうふうに、まあ、実際の体験をもとに話してそして向こう側の棚の子供たちに聞き渡したわけなんですよねだったらその子供たちはやっぱ俺やめたっていうふうに言って出てたわけなんですよねっていうふうにまあ牽制することはできるけどまあ素直な幼い子供たちだったらまだ聞いてくれるかもしれないけど まあ中学生あの高校生とかになったら、まあ、そうはいかないのかなとかあの、まあ、そしてやっぱり繁としては居酒屋亭主としては、まあ、昔の昭和的な考えもあるし悪いことしたら親がげんこつしたりとか、まあ、ちゃんと痛い目を見ない,見ないと反省しないじゃないですかただ書店としては、まあ、そうやって善とある若者に善科をつけさせることとか。 あのやっぱりそのいろんな人たちが不幸になるような選択肢を取るのはいかがなものか無闇に当たると警察を呼ぶのはいかがなものかっていうふうにちょっと悩んでいたわけなんですよね。っていうようなこの問題ってこの万引きの問題って意外と根が深いぞっていうふうに思うわけなんですけどでまあじゃあどうしたらいいのかっていうふうに作戦を考えてたらやっぱ一度あの犯人と間違えられた優輝くんもちょっと参加したいと俺今あの春休みで時間に余裕もあるしそのなんだろう、まあ、手伝えることあったらやるよっていうふうに言うわけなんですよね。 というのも、まあ、前回の,あの第1作の方でも結城くんは早苗ちゃんが剛官魔に襲われそうになった時にその、まあ、剣道を小学生の時にやめてたからもうそんな悪いやつと戦う力がなくて清たちからも「お前下がっとる」っていう風に戦力外通告されてたことが悔しかったってあの、まあ、第1作目の途中で自分の力不足を嘆いて「じじい久しぶりに稽古つけてくれよ」っていうふうに練習を剣道の練習を再開するようになったわけなんですよね <laughs> ということもあってあの結城くんも。 あの俺もなんか力になりたいというふうに言うわけなんですよねでチャラい高校生の結城くんがまさか本屋サイドにいるあの,の,あの資格というかスパイだろうというふうに他の学生たちも思わないだろうから結城くんに立ち読みのふりをして2階にウルチをさせてたわけなんですよねだったら万引きの万引きの常習犯だった中学生たちがあの、まあ、2階に現れてそして犯行に及ぼうとしたからそこを茂たちと あの連携してて入り口とか押さえて一問打尽にすするわけなんですよね中学生の3人を捕まえたわけなんですよねもちろん事務所に連れてっていろいろ話を聞いたりとか住所とか電話番号とかそして親にもあの来てもらうわけなんですけどで親たちは必死で謝るわけなんですよねお金はもちろん払いますとだから警察だけはっていうふうになるわけなんですよねでまあもういいから常習犯なんだから警察に引き渡していくことの重大性っていうのを あの分からせてやろうっていうふうに僕個人としては思ったんですけどそしてしげたちゆうきたちもそう思ってたんですけどであのウキくんもいろいろやんちゃしたくなるのは分かるけどあのお前ら中卒でいいのかっていうふうに言って、まあ、その場を去っていくわけなんですよねで店長はどういう判断を下したかというと警察にはその引き渡さず春休みの残り4日間あるわけなんですけど本屋でバイトさせるようにするわけなんですよねで、まあ、もちろんその 万引きしたた中学生たちっていうのはそんなやる気ないわけなんですよいやいやその警察にあの引き渡されるぐらいならそのいやいやバイトするしかないわけなんですよね。で、まあ、バイトさせるわけなんですけど4日後中学生たちに給料を払うわけなんですよ。万引き犯万引きをした少年たちに対してまあんだろういろいろな罪を告げ直せるどころかお金を渡すなんてどういう要件だっていうふうにしげたちは思うわけなんですけどただそのまあ 給料を渡すすわけなんですよね店長は子供たちにでそこで言うわけなんですよそこでまあ1万円ぐらいだったかな給料が入ってるわけなんですけどで新しい本を1冊売ったとしても書店には88円しか収入がないわけなんですよねでなおかつ毎月300万円売り上げがあったとしても利益はせいぜい10万円ぐらいしかないわけなんですよ人件費だったりその防犯カメラ代だったりとか土地代だったりとかねとか税金でさっ引かれるっていうこととかもあってそれぐらいしかないと。 で万引きがあったら1冊取られるごとに診察を5冊売らないと元が取れないとで万引き対策であ、まあ、さっきお話したように凸面鏡とか防犯カメラとかを何十万円も使って購入しているんだと君たちが何抜きなしに万引きしたかもしれないけどそ,その万引きした行為っていうのは今日4日間あの今日まで4日間バイトしてみて分かっただろうと一生懸命働いた あの人たちちの,の気持ちを踏みにじっていることとなんだよと一生懸命働いていても君たちが数冊とか何十冊とか万引きしたらそれだけで店は経営が成り立たなくなっているような状況なんだよっていうふうに社会はお金で回っているとで君たちはまああのその一生懸命頑張っている人たちの,あの大,変さ大変な行為を踏みにじってい,る踏みにじっていたんだよということを暗に伝えたわけなんですよね。 まあ中学生たちはもちろん退屈で嫌だったわけなんですよねそんなバイトただあんなに働いてもこれぐらいしか稼げないあのっていう、まあ、悪いことをしてお金を稼ぐことがいかに悪いことなのかっていうのを直接その子供たちのまあ体に脳に刻み込ませたっていうあそういう教え方があるんだっていうふうに僕ちょっと感心しちゃったわけなんですけどまあ警察に引き渡すのではなくあえて自分たちがその本屋関係の人たちに あのどれだけ損益を被らせていたのかどれだけいろんな人たちを傷つけさせていたのかっていうのを学ばせたわけなんですよね。であの、まあ、それから子どもたちは、まあ、その水をぶっかけられたようなすごく傷ついたような驚いたような顔をしてそうか自分たちはこんなひどいことをしてたのかっていうふうに学んだわけなんですよね。まあ、下手ににに警察に引き渡して警察あのまあ前回に傷をつけさせることよりも この罰の方が勉強になったかもしれないなっていうふうにちょっと思いましたね。で、まあ、余談なんですけど、ユウキくんはサナイちゃんと同じ県内の大学に通うことを決めるわけなんですよね。で、まあそ,その理由として、まあサナちゃんの方が成績良くて、ユウキくんがちょっとあの頑張らなきゃいけないって感じなんですけど、まあキヨさんっていう尊敬できるおじいちゃんと、まあ、大学に出てしまって社会人になったら多分会う機会とかどんどん減っていくだろうから、まあ、自分のおじいちゃんともそしてサナイちゃんともあのまあ、長く入れる時間をちょっとちょっとでも増やしたいっていうことがあって。 県内の大学を選びますっていうところでこの2つ目の本屋でですよ、ね、でまあ3つ目の,あのお話エピソードっていうのが清のゲーセンでの仕事先でのトラブルのお話なんですけどまあこの清の仕事先あの,の,あの再任用で定年後も働いているゲーセンに優輝くんもアルバイトとして働きに行っているわけなんですけどまあ夏の時期 ゲームセンターの駐車場にたむろする学生たちをキヨは見てでさらにゴミをポイ捨てしてるのを見てでさらにどう見ても未成年であるだろう,であるだろうにタバコを吸ってるところを見つけるわけなんですよねでまあキヨはもちろん注意するわけなんですよねでまあ学生たちも「ああなんだジじ」みたいなふうに言うわけなんですけど「お前関係ねえだろ」みたいなふうに言うけどいや私はこの店の関係者だとだからあのその駐車場を占拠されたりとかゴミをポイ捨てされると そのお客さんたちも他のお客さんたちも利用したくなくなるだからここで君たちを注意することには意味があるっていうふうに言うわけなんですよねでまあやっぱり剣道の達人っていうのもあってあのまあ、背筋がちゃんとしてるし学生たちの凄みにも全くひるんでないところから学生たちもその「なんだこいつ」めんどくせえなっていうふうになって帰るわけなんですよね。てかあか手を出そうとしたら簡単にあの合気道みたいに締め上げさせられて「うわなんだこのじじり強えぞ」っていうふうになってあの諦めて逃げていくわけなんですよね。 ただ、学生たちは、その最後の、最後っぺというか、覚えてるよみたいなふうな、算したみたいなセリフを吐いて逃げていくわけなんですけど、嫌がらせで、あの、その、さっき回収、その、これを持って帰りなさいっていうふうに言われていたゴミを、その、駐車場の入り口のところ、まあ、あの、ヨが帰り道のときに見つけたんですけど、あの、まあ、あゲームセンターの敷地内にポイっていうふうに捨てられてたわけなんですよね。で、夏だから、生ゴミとかも結構な匂いとか放ってて、なんか、人の悪意を直接、その、叩きつけられて、嫌な気持ちになるわけなんですよね。で、 まあ、なおかつ、帰り道の電車なんですけど。あの、どう見ても、その座りたそうにしているとか、足腰の弱そうな老人が電車で立って、立っていて。で、あの座る席、座席を占拠している。あの、まあ。なんか、スマホを触ったりとかしてて。あの、老人に目を向けないような、席を移ろうともしないような、あの若者たちに、ちょっと腹が立つわけなんですよね。最近の若者は、なんか。あの、まあ、心が。病んでしまっているのかのって。こういう若者たちばっかりになってしまっているのかのっていうふうに、キヨが。 あのもしよかったらこちら座りますかっていうふうに言うわけなんですよね。で石油を譲るわけなんですけどでそれからというものをその、まあ、もちろん仕事に行くわけなんですけどゲーセンのの駐車場ににに定期的に大量ゴが置かれるるよようにななわけなんですよねでこの前の学生なのかなけど学生たちが調達するにしてはゴミの量多いなっていうふうになりながらもとりあえずこのことをノリとか資源に相談して夜回りの,そのエリア内にとかあのまあゲーセンを。 見回る回る数を増やすわけなんでまあそういうふうなちょっと最近悩みがあるんじゃっていうふうに家とかでも愚痴をこぼしてたわけなんですけどそのノリの娘の早苗ちゃんがそのゴミどうやって調達してるのかってひょっとしてあの夜中にそのお父さんたち夜回りしてるのかもしんないけど早朝なんじゃないのって朝7時ぐらいなんじゃないのとその朝7時ぐらいだったら朝8時ぐらいにその地域のゴミ回収業者が来ると。 だからそのゴミ捨ての日の例えば金曜日の朝7時とかに待っていたらあの近くのゴミステーションから家庭ゴミのゴミ袋をたくさん引っ張ってきて学生たちがあのゲーセンの駐車場にポイってして学校に行くっていう班行は可能なんじゃないっていうふうにさなえちゃんが言ってそれだっていうふうになるわけなんですよね今まで結構長い間そのまあゴミのポイ捨てを夜中見張ってたわけなんですよただ全然出てこなくてなんでかなっていうふうに思ってたら早朝の ほんの一分二分の犯行た、まあ、まった家庭ゴミを A 地点から B 地点に駐車場のところに運んでいる可能性があるんじゃないのかっていうようなヒントをもらってその時間帯に絞って見合っていたら案の定なんだろうあのその犯行現場を目撃するわけなんですよねキヨが注意したあの時の中学生たちがあの、まあ、朝七時半ぐらいにゴミステーションから大量のゴミを持ってあの、まあ、自転車に乗って あの,あの中えっ、ー、とゲーセンの駐車場のところまで行ってるところを見つけてお前ら何やってるんだっていうふうに捕まえたわけなんですよねでまあお前ら警察に行く警察を呼ぶもしくは事務所に行くかどっちか選べっていうふうに言って中学生たちを事務所に引っ張っていくわけなんですよねで個人情報をもちろん押さえるわけなんですよであのまああの、なんだろう清に昔昔というか数日前へ ガガヤガヤ言われたのが注意されたのが腹が立ってそういうようなことをしたっていうことで個人情報を抑えたからもうまた同じような俺たしたら今度はあの警察にも学校にも親にも突き出すからなっていう風に言って解放したわけなんですけどそれで学生たちからのその嫌がらせがなくなったわけなんですよねでその話をあのキヨは自分の奥さんとかに「最近の若いものはなんかいかんのこういうことがあって」みたいな話をしたわけなんですよねだったらその,あの奥さんがそのなんか 私の旦那がこういうことしてるヨマージしてるというかそのゴミのポイ捨てを捕まえたっていうような話とかをお友達とかに、ね、話しててだったら友達が「えだったらそのうちの近所でも同じようにその困ってることがあってゴミのポイ捨てをしてる人がいてあのどうにか退治というかその犯人見つけてくれない」っていうふうにキヨさんにお話が回ってきたわけなんですよね。でまあ自分の妻の友達の相談だから無理にもできないっていうのもあって「まあ、ちょっと見てみるか」っていうふうにあんまり気が進まないまま3匹はその。 依頼のだったらそのなんか土まあ更地というかあの空き地みたいなところなんですけどもちろん土地の所有者がいてただそこにゴミが,ゴミがどんどん放出されていっているっていうような現状があるわけなんですよね。でどんどんゴミが溜まっていくからその土地の所有者はなくなくその、まあ、可燃ゴミとかじゃなくて雑ゴミとかなんですけどそれを業者に頼んで自分でお自腹を切って捨てている状況なんですよね。で、まあ、その えっと、ゴミのポスシテーのところを見てたらその便乗犯というかみんな捨ててるから自分もいいよみたいな割れ窓理論みたいな感じでそのあの窓が割れている家が多い地域だと不良が多いみたいなあの理論があるんですけど、まあ、人間は同調圧力に弱いからその、まあ、みんなが悪いことしてたら自分も悪いことしていいよねみたいな心理に陥りやすいっていうのがあってゴミがたくさん置いてあるから自分もちょっと便乗してゴミを置いちゃえみたいな人たちが。 ただ出てくるわけなんですよね若者とかその OL だったり社,社会人だったりとかでそういう人たちは注意したらすいませんっていう風に言ってみんながやってるからっていう風に他の人たちも注意してくださいよっていう風に言いながらもゴミを回収して出ていくわけなんですよねそんな中そのあのまあおじいちゃんがどう見てもおじいちゃんが70歳から80歳ぐらいかなのおじいちゃんがあの 普通に散歩をしてるんですけどなんか手に雑ごみを持ってるわけなんですよねでその土地のところに行ってポイっていうふうにごみを置いて普通に帰ってくるわけなんですよそのゴミステーションにごみを置くかのようによどみない動きでごみを置いて帰っていくわけなんですよねでねで、あ、ね、<laughs> 置いていくわけなんですよねで Q さんたちはまあ驚くわけなんですけどもちろん捕まえるわけなんですよ何しとるんですかってであのこ,れここは人の土地ですよとっていうふうに言ったらあ,あ分かってるよって。 であのゴミは自分で処分してくださいってただおじいちゃんは「なんでじゃ?」と「その自分で払ったらお金か自分で捨てたらあのお金かかるじゃろうと」とただここに置いといたら勝手に処分してくれる取るんじゃからわしはあの捨てに来とるんじゃ何か文句あんのかみたいな風に言ってくるわけなんですよねでここの土地の人は自分でお金を払って泣く泣く処分してるんですよあな,たあなたみたいな人がいるからっていう風に言ったわけなんですけどっていう風に ただなんとかあの、まあ、話の通じのやつがいるなっていうことをキおさんは学ぶわけなんですよね。であのまあ清はそのなんだろう最近の若者はっていうふうに思っていたけど結局若者の中にも年寄りの中にもどうしようもない人間どうしようもない人間たくさんいるんだなっていうことを身をもって知るわけなんですよね。って話を孫のゆうきくんに話してたらゆうきくんもそのなんかその。 電車で席譲,譲らない問題とかありますけど譲る方は結構勇気がいるわけなんですよね。であの、まあ、この話の途中で電車でその若者がキヨさんに対して「席どうですか?」っていうふうに言われてキヨさんはいやわしは大丈夫じゃっていうふうに断ったわけなんですよ。まあ、わしししっかりしてるっていうのもあるしキヨさんの中では自分はまだまだ高齢者ではないといわたまた元気じゃ,じゃっていうふうに思ってたわけなんですけどただ学生たちの 方かららしたらその譲るのってやっぱ周りから偽善者っていうふうに思われるんじゃないかとか知らない人に話しかけるって勇気とかいる上にその行為を無限にされる断られるっていうのは結構傷つくわけなんですよねっていう勇気を一歩踏み出してあの老人たちにその席を譲っている人たちもいるんだよって言ってて勇気も言ったわけなんですよねであのまあなんだろう清さんもちょっと考え方を改めてまあ年寄りも 子供もももどうううしよなないいい世の中ににるもんだなっていうふうに曇った目で若者たちを見るのはやめようっていうふうに思ってそしてなおかつまたあの出勤の途中で若者が「席どうですか?」っていうふうに提案してくれた時に「ありがとう」っていうふうにその感謝をあの普通に受け取るようにしたっていうところでこのキヨさんの,そのゴミのポイ捨て問題のお話が終わったんですよね。いやーまあ 特ににに昨今、老老人たちが日本の中で、まあ、老害というふうに言われれるよよ暴れ回ってますよね。まあ、孤独な老人だったりとか人,人間はその運動とか人と触れ合ったりとかあの、まあまあまあ、自分で何か社会と関わったりとか生産的な活動とかをしないとどんどん脳みそがちっちゃくなってくるしメンタルが病んでいくわけなんですよね。で感情をコントロールするような前頭葉とかの働きとかも弱まっていくからあの老害の近所迷惑のご近所トラブルを起こすような。あの まあ老害のモンスターだったりとかがとかすぐ切れるあのお年寄りだったりとかがいっぱい出てくるわけじゃないですか。でそういう人間にならないようにするにはやっぱり僕たちが若いうちから自分の脳とか体とかメンタルを鍛えておく必要があるなっていうこととかやっぱりその。 そういういうに自分を鍛えてておかななないいといくつになっっも中身空っぽな大人自分たちがこういう大人にはなり,なりたくないなっていうふうに大人になっていっちゃうんだろうなっていうことが学べるいいエピソードだったなっていうふうに僕個人,個人としては思いました。で次のエピソードがその工場経営者のあの,のりのあの,のりおさんの再婚のお話なんですけどというのもまああののりはその年の離れた娘さんと二人暮らししているわけなんですよね。で 早苗ちゃんは娘の早苗ちゃんはお母さんがいないからあのお母さんの代わりにそのご飯作ったりとか洗濯物だったりとか家の掃除だったりとかをやってるのが当たり前なんですよただ早苗ちゃんはいい子で、まあ、それが早苗ちゃんにとっての当たり前だしあの、まあ、そのことを別に恨んでいるわけでもないんですよね周りの,おあの友達とかからは「大変だね」みたいな風に言われるけど別にそれが私たちのスタンダードだしお父さんとは仲がいいし。 あのまあ、劣等感だったりとかその、まあ、時間とか、うんまあ、お金がないわけじゃないですけど時間がないっていうことを別に言い訳にしてるつもりはなくて彼女なりに楽しい日々を送っていたわけなんですよねただ高校3年生になって春休みが明けた時に早苗ちゃんは自分の成績が大きく落ちていてで、まあ、学校の先生にも「早苗さ,さん大丈夫?」っていうふうに先生に言われたりとか呼び出されたりとかしてたわけなんですよ、ね、もともと成績優秀だったのでもうその成績がガクッと落ちててただその原因っていうのは 父の再婚候補との人間関係にあったわけなんですよね。まあ春休みの間に早苗ちゃんの家でもいろいろあったわけなんですけどっていうのも、まああのゅう,うさん奥さんを早くに亡くしているわけなんですよね。で、まああの早、ー、苗ちゃんは大学来年から大学に行くわけなんですけどじゃあどの大学を目指すか県内か県外かっていうふうになったらやっぱ県内の大学先大学を進学希望なんですよね。というのもやっぱりお父さんも60歳ですと。で、まあ あのたった2人の家族ですとっていうふうになったら早苗ちゃんが県外に行ってる間にそののりさんになんか病気で倒れたとかっていうふうになったらそのやっぱすぐ帰ってこれるようにやっぱ県外じゃなくて県内の方がいいっていうふうに早苗ちゃん成績が優秀だけどそのただそのことを別に悪いとは早苗ちゃんは思ってなくてでのり,のりさんはその自分の妹家族とかにその早苗ちゃんの人生の邪魔をしているっていうふうにその。 言われるわけなんですよね。その進路を邪魔しているっていうふうに言われるわけなんですよね。で。だからこそ、その、まあ、その、も、元奥さんも多分許してくれるだろうから。早く、その生涯の、の。まあ、残りの人生を一緒にくろ、暮らせる。パートナーを見つけて、早苗ちゃんを安心させてあげたらどうっていうふうに言うわけなんですよね。で、まあ、誰かと、まあ、結婚しました、再婚しましたっていうふうになったら。あの、早苗ちゃんも。 ノリさ,さんのことを安心して自分は県外にその自分の将来のことを一生懸命第一に考えられるんじゃないのっていうふうに言ってノリさんも確かにそうだなっていうふうに思うわけなんですよね。でこれまでいろんな縁談とかあったわけなんですけどただまあ のりさんはは自分は正直そこまで結婚意欲はなかったわけなんですよ、ね、ただその妹にそういうふうに説得されて自分の娘のためだというふうに思ったらじゃあ縁談ももうちょっと前向きに検討してみようかなっていうふうになるわけなんですよねでそんなある時その,のりさんの妹から縁談,があの,縁談の案件が1個あるとでその案件っていうのがその,のりさんが清たちと一緒にあの地域のパトロールしている時に助けてもらった女性がのりさんのことをずっと会いたがっているみたいなんですよね。 で地域のパトロールしていた時にノリさんたちが泥棒を撃退したことがあったわけなんですよねそのなんかある家にあの夜中泥棒が侵入しようとしていてでそれを見たノリたちが退治してでその家の中にいた女性が何事ですかっていうふうに出てきたわけなんですよねでノリの,のスタンガンによって相手を気絶させられたからあの警察を呼んでくださいとでノリたちはあの素早くその場を去るわけなんですよねていうのもノリのスタンガンとかエアガンとかっていうのは自作の改造してる、まあ、法律違反のやつだから 職質されたり持ち物検査されたら <laughs> いろいろ不都合だからのりたちはあの、まあ、悪者を退治したらすぐ去っているわけなんですよねっていうのもあって自分の名前も告げずに出ていったわけなんですけどその助けてもらった時の女性があの人とまた会いたいっていうふうに思っていたわけなんですよねでたまたまそのなんかのり,のりさんを電気屋で見つけてそして友人のコネとかを使ってあの人は。 あのなんかどういう人間でなんかどういうお仕事をしてるのかだったりとかっていうのを突き止めてのりさんに会いたいっていうふうに連絡が来たわけなんですよねでまあそういう向こうから好意も持ってるんだったらなおさらありがたいってことでのりおさんはその会うわけなんですけどその女性はみさこさんっていうんですけど明るくて料理が上手な人なんですよねでまあみさ,こさんはバツイチでその子供が生まれる前に旦那さんに浮気されて離婚したっていう経験があってそれで今一人暮らしをしてるわけなんですよね でまあ、料理上手っていうこととかそのあなたには助けてもらった恩があって一度お礼を言いたかったのっていうこととかもあってあの,のりさんは、まあ、この人悪くないなって早苗とも仲良くしてくれそうだなっていうの,いうのと、まあ、その娘さんの早苗さんが大抵料理は作ってくれていてただ、まあ、今年受験生なんだっていうこととかもあってじゃあ仲良く、まあ、少しでも仲良くなるっていうこととそしてまあその。 さなえちゃんが今忙しいところに家事で負担をかけたくないっていうところもあってじゃあ私がそのご飯持ってっていいかしらって作ったやつ持ってっていいかしらっていうふうになるわけなんですよねだから定期的に3人で食事に行ったりとか美佐子さんが料理を持ってくることとかも増えるわけなんですよねであのそ,のそれいいじゃんっていうような感じなんですけどさなえちゃんはまあそれがむしろストレスになってたわけなんですよね美佐子さんとはもちろんうまくいっているしいい人そうなんですけどただそのまあ 家で家事をしたりとかそのお父さんのとの時間だったりとかっていうのが一つ失われて自分のアイデンティティがちょっと揺らいでるわけなんですねただいさえ受験シーズンでピリピリしてるというかストレス高いになってる状況であの、まあ、自分のお父さんがその知らない女性とその、まあ、なんか一緒になるというかそのこの知らない女性が今後自分と一緒に暮らすかもしれないということだったりとかあのまあ うん、まあなんか自分はもういらない存在なのみたいなふうなのかなみたいなふうに思っちゃったりとかなんだろうまあ早苗ちゃんは自分のお父さんの健康のこととか将来のことを考えて県内にろ残ろうとしたけどそのノリさんは早苗ちゃんの将来の選択肢をあの少しでも増やそうとするため自分は大丈夫だから気にしなくていいよっていうことを伝えるために縁談を受け入れたわけなんですよね。ただおおおお互互互互いいいいいののの気持ちががすれ違ってお互いのことを思いやるに 早苗、まあ、ちゃんのことを気づけてしまっているというのりさんが一番望まない結果になっているんですけどのりさんはまだ気づいてないわけなんですよね。で早苗、まあ、ちゃんは自分の家での居場所がなくなったように感じてちょっとその、まあ、勉強に集中できなくなって成績が落ちていたわけなんですよね。でそのストレスを、まあ、家庭の複雑なこととかもあんまり人に言うことじゃないからゆうきくんにも「早苗ちゃん最近落ち込んでるけど何かあったのお話聞くよ」っていうふうに言うわけなんですけど「ゆうきくんには関係ないの?」みたいなふうに八つ当たりしてしまって。 ちょっと喧嘩してしてまうわけなんで,すよ、ね、であのまあゆうきくんにそういう事情のことを言わずに私やっぱり県外の大学にしようと思うっていうふうに言ってゆうきくんは「えなんで一緒の大学受けようって言ったじゃんか」っていうふうになったわけなんですけどっていうふうに喧嘩を最近してるわけなんですよねであのまあゆうきくんもちょっと最近さなえちゃんおかしくて「なんかのりさんなんかあったの?」っていうふうにきよに聞くわけなんですよねで あの、そんな時に、まあ、喧嘩した直後に、さないちゃんが家に帰ってきてないわけなんですよね。で、のりさんは、ゆうきくんとさないちゃんが付き合ってるのを知ってるから、きよに対して、あの、とか、ゆうきくんに対して、お前、さないになんかしたんじゃないだろうなって、あの子が夜になっても帰ってこないぞと、どこにいるんだっていうふうに言うわけなんですよね。ただ、まあ、ゆうきくんはすべて頭の中で点と点が線につながって、そうか、そういうことだったのかっていうふうになって、 あのまあ、この話を直接のりさんには早苗ちゃん言いたくないだろうなっていうふうに「早苗ちゃんあの、まあ、うちの清のさんの道場は夜誰も来ないし暗いからあの気にせず話聞けるよ」ってあの「おいで」っていうふうに言うわけなんですよねで早苗ちゃんは泣きながらそのいろいろその最近あったこととかそのもちろん美佐子さんはいい人なんだけど、まああのまあ、美佐子さんも料理上手だし料理おいしいしそしてお父さんも「おいしいおいしい」いしいって「早苗の料理もおいしいけど美佐子さんの料理もいいな」って。 いうふうに言うわけけなんですけどた例えばサバの味噌煮とかも味付けがちょっと違うわけなんですよね。で早苗ちゃんは自分のお母さんの料理が好きだったわけなんですけどで、その料理をベースに自分の料理を消化させていったわけなんですけど今後はこのみさこさんが作った料理がその母の味に家庭の味になっていくのかなって自分の母との楽しい思い出とかも塗りつぶされていくのかなっていうのがあの悲しかったみたいなこととかを、まあ、自分の心の内をゆうきくんに明かしたわけなんですよね。っっててていいうののがあってお父さんの幸せを願っている一方で このピリピリしている受験のシーズンにその再婚して家庭環境が変わるっていうのは正直つらいという,とこ,う,いうことをゆうきくんに言うわけなんですよね。でこのことをお父さんに言ったらお父さんに気づけてしまうから言えなかったのってで自分の中でストレスが膨らんでって今に至るっていうことを言ったわけなんですよね。でてゆうきくんはその話を聞いて分かったじゃあこの話はさないちゃんが直接言うんじゃなくて俺からじじいよさん経由でのりさんに伝えておくねっていうふうに言うわけなんですよね。で ああのノリはその事実に驚愕するわけなんですよねで、まあ、もちろんその再婚してもいいかいみたいなことを早苗ちゃんに聞いてたわけなんですけど「うんいいよ私はお父さんの幸せを応援する」っていう風にに早苗ちゃんは言ってたわけなんですよねだから問題ないだろうっていう風に思ってたわけなんですよただ早苗ちゃんはその前回の小説でもそのゆうきくんに対してんこちゃんっていう女の子早苗ちゃんの同級生の女の子が「えー、何このイケメンめっ,ちゃめっちゃいい男じゃん私に紹介してよ」みたいな風に言われて。 自分の本音を隠してその勇気くんに対して純子ちゃんを紹介してしまったっていうような経歴があるみたいに全体の和を重んじるために自分を犠牲にする傾向があるわけなんですよね早苗ちゃんは自己犠牲の心がみ,みんなが幸せになるなら自分はどうなってもいいみたいなのがちょっと根底にあるわけなんですよね。っていうのがあってそのお父さんのことを考えたら私,は我慢私が我慢すればいいだけっていうふうに思ってしまってあののりさんに対して自分の本心を言わなかったところがあったわけなんですよね。 っていうのを聞いてのりさんは自分の浅やかな行動を反省するわけなんですよであのまあお互いの気持ちとかを理解した上でまあ早苗ちゃんはあ、あの改めてみさこさんのことが嫌いではないわけなんですよただこの受験時期のタイミングが悪いだけなんですよねだからちょっと一旦時間を置こうっていうふうにのりさんはみさこさんに言うわけなんですよねただ、まあ、みさこさんは実家の都合で近々引っ越しすることになって、まあ、実家の花屋さんを継ぐわけなんですよね 遠くに行くっていうのがあってまあノさんとは本当にタイミングが合わなかったかなってこのままだ行ったらうまくいくかもしれなかったけど一旦時間を置くっていうふうになったらそのタイムリミット実家に帰るあのタイムリミットが迫ってるからのりさんとの縁談は遠のくのかなっていうような状況になるけどみさこさんに対してあのみさんもそのことに対してあんまりあの寸ん,んしてるってわけじゃなくてまあ,あの私もちょっと。 ズルズルしかったわとあのサナイちゃんのことをあんまりか思いやることができなくてすいませんねってその私もその視野が狭くないというか自分の気持ちに正直になりすぎちゃうところがあってあのまあアプローチあののりさんにアプローチしすぎたけどもうちょっとその気を配ればよかったわってまた機会があればそのお会いしましょうっていうふうになるわけなんですよねっていうふうに美佐さんもすごいいい人なんですよね。 で、早苗ちゃんはそのゆうきくんに付き添いに来てもらいながらもちゃんとそのことはみさこさんに伝えたいというふうに思ってみさこさんがその、まあ、離れていってしまう前に家を帰る前にみさこさんに会いに行って「ありがとうございました」っていうこととかたまったそのお料理の,あのタッパーだったりとかっていうのもこれも美味しかったですっていうふうに返しに行くのとあなたのこと嫌いではないということそしてまた父親に料理を振る舞ってあげてほしいっていうことを伝えて別れるっていうところでで早苗ちゃんも「頑張ってよ私」っていうふうにゆうきくんにその涙を流したっていうところでこの話は終わりなんですよね。 でいやまあ確かあの僕は幸いなことにって言ったらちょっと不快にさせるかもしれないですけど僕のご両親はあのご両親は僕の両親は結構仲が良くて、まあ、離婚もしてないしっていうような感じなんですけどだからあんまりその、まあ、離婚した、まあ、母子家庭とか父子家庭とかの家庭環境を直接体験してるわけじゃないんですけどただこういうような話とか聞いたらあのやっぱりその、まあ、もちろんあの僕もその両親とか兄のこと家族のこと好きなんですけど一人でいることが好きなんですよねだから今一人暮らしもすごいはまってるしっていうのもあるんですけど。 例え血のつながった家族だろうがやっぱりその誰かと一緒に共同生活するってあの楽しいこととか家事を分担してくれることとかもあるけどもちろんストレスも多いわけなんですよねこうやってあの部屋でベラベラずっと喋り続けるのだって同居人がいたら同居人からしたらうるさいじゃないですか今僕夜の9時に喋ってるんですけど夜の9時だったらそのあのまあ早い人だったら寝たいわけなんですよね。 たただあの隣の部屋ででベベラベラ喋られたら寝れれ寝なないいじゃないですかみたいな風にやっぱ誰かと誰かが一緒に住むっていう風になったらストレスが多いわけなんですよねたとえ相手がいい人だろうがいびきがうるさかったりとかその生活リズ,リズムがお互いずれていたりとかそしてなんか仕事とか学校とかでイライラするようなことがあったり休まったりしちゃうこととかもあるわけなんですよだからやっぱあの人と一緒に生活することって大変なわけなんですけどであの まあ人間関係っていうのはその時のタイミングとかご縁っていうのがあるんだよって転職だってご縁があるんだよだったご縁が重要って話だとかもよく聞くかもしれないですけどみたいなふうに人とのつながりっていうのはその人との相性がいい悪いっていうのもあるけどいろんなあの外的要因とかタイミングとかも重要なんだよっていうこととかあのまあ昨今その結婚するのが本当に幸せなのかみたいなあのまあ研究とかもされてますけどまあ日本の社会だと早く結婚しなきゃとか早く子供を産むのが当たり前みたいな。 風潮になっってていいるとところかかかもいかがもがのかっていうふうに思うんですよね。結局まあノリさんのところはお母さんが早めに病気ご病気で亡くなってしまったっていうところはあるわけなんですけど今日本の夫婦の3分の1ぐらいは離婚してるしそしてあ,のあえてあの結婚してるけど子供を産まないことを選択した夫婦は子供がいる夫婦よりも夫婦と別に幸福度はあんま変わらないし何なら幸福度上回ってるじゃないと使える時間とかお金とかもあるしねっていうのもあったりとか別にあの1人だったとしても。 まあ昔は結婚してなかったら家に帰ってきて孤独だっていうようなこととかもあって幸福度が下がりやすかったんですけど人間は社会的動物であって周りと人間関係充実した人間関係を構築することであのまあ自分のメンタルとか肉体とかも健康に保てるだったり孤独な人間はタバコを1日15本吸うのと同じぐらい健康に悪いストレスを受けているみたいな研究とかもあるようにやっぱ孤独っていうのは非常に体に毒なわけなんですけどただ SNS の発達して現代社会だったら別に結婚してなくても 充実した人間関係をそのあの人によっては遅れるよねっていうこととかもあって結婚するのが本当に万人が幸せになる方法なのかっていうふうに言われたらそもそも全体が崩れてきているわけなんですよ。っていうこともあってそしてまああの特に自分の子供がいるとか自分の親がその片親っていうふうになるんだったらその親があの、まあ、パートナーがいるっていうふうになったら親の健康のことを まあまあいざという時自分の大事な人を守ってくれる人がそばにいるっていうふうになったらまあ学生は自分のことを集中できたりとかで逆に自分の親御さんたち子供がいる親御さんたちは自分の子供の選択肢を広げるためにあのパートナーを作っていくことは重要っていうふうに思うかもしれないけど例えばまあこの話を聞いていただいている僕と同じような20代ぐらいの人たちがまあ,あと10年20年とかしたら。 さらに AI とか機械とかの技術が発達して介護用ロボットとか家政婦ロボットとかもどんどん発達していくかもしれないからそのとかあの予防医療とかも進んでいくかもしれないからなんかそういうふうにその自分のお父さんとかご家族が高齢で心配だだから結婚してほしいとかじゃなくて別に結婚してなくてもそのバイタルチェックとかあの、まあ、生存確認とかっていうのもできるような時代になってきてるから。 その無理して再婚する必要もないのかなっていうこととかも僕はこのエピソードを通じて <laughs> 勉強しましたっていうまあ何せを環境の変化って人間にとって多大な影響を与えるよねっていうことを改めて学ばさせられるっていうのと今回の早苗ちゃんとノリさんみたいにお互いを思いやったが上にお互いの本音をさらけ出せずにあのまあお互いが不幸になってしまうみたいなノリさんからしたら早苗ちゃんの幸せを一番に願っているが上に再婚しようとしたけどその再婚しようとする行為自体が早苗ちゃんを苦しめていたみたいなこととかもあるから人間はやっぱり。 どれだけそのお互いのこと好きだったとしても大切に思っ,たと思っていたとしても日頃からお互いの気持ちを伝え合うような習慣だったりとかその自分に正直でいること相手に対して自分を隠さずにいることとかっていうのが大事なんだなっていうことも今回のエピソードで学びましたっていうのがのりおさんの再婚のお話ですねでこれは最後のエピソードにしよっかなその次のエピソードなんですけどえっ、ー、とバイトの話と次は地元の祭りのお話ですね 今回の話の主人公はその居酒屋のヨイドルクジラの店主のシゲさんの息子さんの昴生さんのお話なんですけど昴生、まあ、さんはあの自分の奥さんとそしてあの1歳か2歳ぐらいの幼い娘さんとそしてシゲさん含め自分の,あのご両親と一緒に暮らしていて居酒屋を経営しているわけなんですけど昴生さんは昔自分のお父さんシゲがちょっと嫌だったというか敬遠していたわけなんですよね。というのもお父さんはずっと居酒屋を経営していて。 他のの友達のお父さんんたちはサラリーマンななわけなんでで、すよねで。自分のお父さんは他のお父さんと違うサラリーマンのスーツを着てないっていうところがなんかで一日一年がら年中ジャージを着ているわけなんですよねっていうところがまあ他の人たちと違うから他の,あのお前の父ちゃんずっとジャージだよなみたいな風に、ね、からかわれたりとかまあ普通にしてあのあの思ったことを言われたりとかするだけでもあのなんか変なのかなそれはいけないことなのかなっていうふうに思って。 それから、昔はお父さん大好きだったんですけどただ春季ぐらいから物心ついた時ぐらいからなんかお父さんあ,あ,のあんま好きじゃないみたいな風になってたわけなんですよね幼少期お父さんにその包丁の握り方とかさばき方とかを教えてもらって料理が大好きだったのにであのまあ自分のお父さんの職業をみんなの前で発表するみたいな時とかもその見えを張ってお父さんにスーツの格好をあのお父さん似顔にスーツの格好を をさせたわけけなんですけどトンスたちからは「おい昴生嘘つくないお前の父ちゃんその会社員じゃないだろ」みたいなふうに言われてあの嘘がバレたっていうのとやっぱりそのサラリーマンじゃないお父さんに対してコンプレックスというか劣等感を感じてしまうわけなんですよね。まあ、今の日本の社会の悪いところはその個性周りと違うことイコールダメみたいなふうに言ってて何も能力を持たない無個性なアンチコメントを書くだけの人間があの多数派みたいな感じにさせられているのが、まあ、日本が あのおわこになっている理由なんだろうなっていうふうに僕は個人的に思っちゃうわけなんですけど昴生さんも例に漏れずやっぱりその集団と違う父を持つ自分のことをそのなんかやっぱコンプレックスに感じていたみたいなんですよね。でまあ清の,の息子のケンジさんとも仲が良かったんですけど、まあ、ケンジさんが自分よりもちょっとお兄ちゃんだって年上なんですけど。であの まあ、のお父さんのお父さんの謙二はやっぱり会社員でなおかつ武道の達人っていうのもあって背筋がすごいピチッとしててかっこいいわけなんですよねスーツが似合うわけなんですよねで、まあ、その頭もいいし、まあ、そのなんか自分の芯があのしっかりしていると武道も心得てるからっていうのもあって謙二、まあ、さんケンちゃんのお父ちゃんかっこいいねってう,あのうちの父ちゃんととっかいこしたいってシゲととっかい子したいっていうふうにあのケンジさんに言ったら謙二さんは 悲ししそうな顔してわ、まあ、かるわかるとっかこしようみたいな風に応じ,てくれなんて応じてくれるのかなっていう風に思ってたら悲しそうな顔して昴生さんの頭を撫でて二度とそんなこと言っちゃいけないよっていう風に諭された経験があるわけなんですよね。でまあ現代に時は戻ってくるわけなんですけど昴生さんは自分に小さな娘さんがいるわけなんですけど。 まあ自分が昴生さんが小さかった頃は地元で毎年そのみこし祭りみたいなのがあったわけなんですけど今はないわけなんですよねでまあそういえばみこしを担ぐしげはお父さんの姿かっこよかったなっていう風に思うわけなんですよねなんかつ他の人たちもみこしを担ぐしげさんかっこよかったなっていう風に言ってくれていたわけなんですよねそれは昴生さんの中で自分の父の誇りの一つなわけなんですよねただ何でやらなくなったんだろうっていう風うに、まあ、娘さんと散歩してたりとかしてて神社の周りを巡ってたらなんかブルーシートに あの囲まれたあのみこしを見つけるわけなんですけどもボロボロになってるわけなんですよねであの管理師の人に色々相談したんですけどとか聞いてみたんですけどなんか修理代にみこし150万円とかかかるらしいんですよたっかって話ですよねみこしそんなお金かかるのって話なんですけど、まあ、みこしをじゃあ新しく作るかっていう風になったらもっと400万円とか500万円とかいるみたいでだから修理してやろうかっていう話なんですけどその まあね、何せよ三越祭りがやれなくなったのはお金がなくなったからなんですよね最後に三越祭りをした時にやっぱ壊れちゃったみたいでその修繕費とかっていうのも足りないしなおかつその神社の神主さんなんですけど先代の方が死んじゃって息子さんが受け継いだわけなんですけどただ息子さんはまあ普通に役所仕事を公務員として働いている兼業でその、まあ、あの神社の神主を引き継いでるっていうのがあって正直そのまあ三越祭りの運営だったりとかを取り仕切る あの手がが回ってななないというか時間的余裕がないわけなんですよねでそういういろんな理由があ,のあるから、まあ、お金その管理する時間,的時間の余裕もないしお金も捻出できないっていうのもあってみこし祭りはその昴生さんが幼い頃に終了してしまったきりだったんですけどまあ 自分の娘にもみこし担がせてあげたいなというか地元の地元にはこういう祭りがあるんだよということをその地域の子どもたちにも知ってほしいというのがあって康生さんは何とかまたあのみこし祭り復活できないかなというふうに自分の友達とかに相談するわけなんですよねしげさんとかにも相談してそのアーケードの商店街とかあるんですけどその商店街の組合とかにも相談して今年こそやりましょうよってお金集めましょうよっていうふうになるわけなんですよね。で まあ商店街だったりとかその町の一軒一軒にこういうのを祭りやりたいんであの一口2,000円とかでお金寄付していただけませんかっていうふうに回ろうっていうふうになるわけなんですけどただあのそうやってまあ分担して資金を集め始めるわけなんですけどその神社のある町内会の1丁目のところの。 1>, あえっと、1丁目の町内会あのまあ昴生さんたちは2丁目とか3丁目とか別の町,町内会を取り仕切っていてそこでお金集めているわけなんですけど神社のある1丁目からもお金集めたいわけなんですよねただ新しく新しく就任したあのおじいちゃんの町内会長がすごい頑固な人ででなんかあのまあ信仰の自由があるんだからそのなんだろうそこなんだろうその勝手にそのうちの町内のやつらに なんか宗教じみたお金この神を信仰してるからお金寄付してくださいみたいな風に言うなみたいな風に言うわけなんですよね、まあ、確かにその気持ちは一理あるけど <laughs> あのまあなんか町を,町を盛り上げるためにあの頑張ってる人に対してその集中はもうちょっと寛容になってあげたらどうなのっていう風に思っちゃうわけなんですけどただまあせいさんはなんとか祭りを再開させたいわけなんですよね。 とということでその1丁目の町内会長に挨拶に行くわけなんですよでまあ確かに信仰の自由があるから寄付ししるするしないはその人の自由だとだから提案しに行くだけで強制はしませんとでその理解してくれている人にだけお金をもらいますとやりたい人の邪魔をするのもあなたのおっしゃってる信仰の自由を奪うことになりますよねとだからその希望している人だけお金をもらいに行きますただあ,のあくまでうちは提案するだけですそして、まあ、一応あの挨拶をさせてもらいましたというふうに言うわけなんですよね そして、一軒一軒、あの、ま、回ってお願いに行くわけなんですけど、まあ、子供のいるご家庭とかは、2000円とか押惜しまず出してくれて、少しずつ集まっていくわけなんですけど、とはいえ、150万円は <laughs>、なかなか捻出できないよということで、いろんな商店街の組合とかからも、一口1万円とか2、2万円とか3万円とか出してもらうわけなんですけど、ただ、あの、まあ、まだ目標の、あの、ま、で50万円とか30万円とか必要なわけなんですよね。で、そんな中、まあ、昔と違って、 あの大きく変わったところの一つが一丁目に大規模なマンションのグリーンパレスっていうところができてるわけなんですよね。でそこの住人は愛想が悪いわけなんですよ <laughs>、まあ、とか言ってて僕もそのご近所付き合いとか全然ないわけなんですけど、まあ、それに現代社会で物騒だからあんまり <laughs> あのそして人間関係煩わしいじゃないですかっていうのもあってあんまりその隣の部屋近隣住民とかと仲良くし,あのしないのはまあスタンダードになってると思うんですけど。 でまあ、それ昔の人たちからしたら冷たいっていうふうに思うかもしれないけど逆にプライベートな情報を明かしすぎると SNS に発達した現代社会何されるのか分からないっていうのもあってまあ愛想が悪くなるのは多少理解できるってできるわけなんですけどただグリーンパレスのお父さんお母さんたちは愛想が悪いわけなんですよねでそのグリーンパレスにその、まあ、今回の,その祭りのことを相談しに行きたいですっていうふうにお金集めに行きたいですっていうふうになったら管理人に止められてあのそのあなたたちがその あの祭りの実行委員会の人たちならちゃんと文章をあ,のあらかじめ見せてくださいというふうに言われるわけなんですよね。まあ確かにセキュリティ上重要なことなんだけどちょっと堅苦しいなっていうようなところもあってまあ大規模なたくさん人がいるのにそこからお金取れないっていうような煩わしさもあるわけなんですよね。でいろいろ頑張るわけなんですけど運営費があとどう考えても20万円足りないわけなんですよね。でそのまあ 神社、その神輿を管理している神社から出せないのって話なんですけど、もうすでに限界まで出しているし、何ならその神主の人、先代から受け継いだ神主さんはその、自分の給料から身を削って出してるわけなんですよねその。公務員の少ない給料をさらに削って出してるって、いやもう本当にその頭上がありませんっていうような感じなんですけど、けどそれでも20万円ぐらい足りないわけなんですよね。で、さらに加えて、1丁目の会長が激怒してくるわけなんですよ。あのグリーンパレスに採算の おなん,か迷惑なんかグリーンパレスの住人から迷惑行為の苦情が来てるとお前らあの迷惑のかからない範囲だったらやっていいっていうふうに言ったけどお前ら迷惑かけやがったなっていうふうに鬼の首を取ったかのように攻撃してくるわけなんですよねでそれもまあ高生さんの同級生の友達が、まあ、ぐあ俺がい再三のお願いをしに行ってしまったからだっていうふうにごめんっていうふうになるわけなんですよねただ、まあ、その祭りを開催したいからその、まあ、門前払いされたけどあのお子さんのいる家庭だけでも そのお願いできませんかっていうふうにそのグリーンパレスの住人の人たちに一軒一軒周りに行った昴生さんの友達がいるわけなんですけどそ彼を誰が責められようかっていうような話なんですよねでまあ近所付き合いが減ったからとい,い,い,いえどあまりに白状じゃないっていうような感じなんですけど、まあ、現実は残酷なわけなんですよねで昴生さんはいやこのままだと、まあ、頑張った方だけどお金があの神社を修復するためのお金が集まらないから はあ、今年は無理かなというふうに思っているか、まああのゆうきくんのお父さんきおの息子ケンジさんは銀地方の銀行勤めだっていうことを思い出すわけなんですよねであのケンちゃんちょっとなんとかできないっていうふうにこうせいさん相談しに行くわけなんですよねであのケンちゃんはあのシのおっちゃんがみこし担ぐのがかっこよかったなっていうふうに言ってでまあ自分で銀行内での社内政治というか権力とかいろいろ使ってなんとか資産をかき集めて銀行から その町内会に対して20万円のその,、ね、あの費用を捻、ね、出することができるようになったわけなんですよねで向こう3年分を前借りして借りたからあのもちろん来年も再来年もこれ続けなきゃいけねえぞっていう風になるわけなんですよねでついに祭り当日になりましたと祭りが叶いましたとであの清の道場をあの、神輿が休憩するおみきしえおみき署か <laughs> そのあの これ最初漢字何て読むのか分からなかったんですけどおみきしょって確か呼ぶんですよねそのあの神社が休憩する場所として清さんの道場を使わせてほしいとでおみきしょってそのなんか各家庭からそのお菓子だったりとかご飯だったりとか用意したりとか子どもたちが集まる場所にしたりとかしてるらしいんですよねで、まあ、あの今回も例に漏れずその町内会とか近所から可能なご,ご家庭からなんか一品自由なおかずを持ってきてもらうわけなんですけどまああのまあ可能であればねで 大抵その商店街というかまあ地方の方に残ったご家庭っていうのはそのまあ自分の子供たちも成人してあの地方から都市に育っていってであのまあ時間を持て余している州とかも結構いるから清の奥さんの,あの吉江さんの友人たちが結構あの腕を振るっていろんな料理を用意してくれてなんか50皿ぐらい鍋が50個ぐらい用意されたりとかするわけなんですよね。おでんが 5, 6, 5, 6, <laughs> あの各家庭からなんから出ててきたりとかねっていう風に結構 あの充実したラインナップを道場の中に設置することができていろんな人たちをもてなせるようなあの状況になったわけなんですよねで貴子、まあ、さんが昔パートしてた精肉店からもコロッケが200個寄付されるっていうこととかもあって、まあ、なかなかその繁盛できるような繁盛というかにぎわいのあるような準備ができましたっていうふうになるわけなんですよねでもちろんその祭りに参加した子どもたちに対してあらかじめ用意していたお菓子の袋を配るわけなんですけどその中には。 あの寄付に全く参加しなかったグリーンパレスの子もちろん子どもたちに罪はないわけなんですけど大人たちが白状なだけなんですけどであのもちろんその寄付に参加したご家庭のご婦人たちとかその料理を作って持ってきてくれたご婦人とかもあの子どもたちって「グリーンパレスの子どもたちじゃない」っていうふうに「お菓子渡す」って寄付に参加してないんだよというふうになるわけなんですよね。でせいさんも「えっ、ー、ちょっとあれだけ頑張った手前。まあええ 漁のというか何にもその貢献してないような家庭の子供が来るっていうのもどうなのっていうふうにお菓子を渡すのためだってしまうわけなんですけどその中しげさんが「おどうしたお前ら」っていうふうに来るわけなんですよね「こうこうこういうことがあって」みたいなふうになったらしげさんはあの、まあ「子供に罪はない小さいこと言うな」っていうふうにお菓子を配,り配るわけなんですよね。 であのもちろん元から参加する子供人数とかある程度把握してたからその分配ってしまったらお菓子減るわけなんですけどなんなら子供たちの子供みこしを担,ぎ担いでその子供たちがこの尾身基礁に来た時にその子供たちにお菓子配るわけなんですけどこのままだとお菓子足りなくなっちゃうわけなんですよねだからまあ後で買い足しとけばいいだろうっていうふうになるわけなんですよねで子供たちに対して来年はお父さんお母さんにも手伝ってくださいって言っててくれよなっていうふうに言ってあのまあ子供たちを返すわけなんですよね っていう,ふうに、まあ、ちゃんと抜け目がないところもありますよっていうお父さんの姿を見てあやっぱお父さんあのしげしげ父ちゃんはあのこういうその、まあ、粋なところというか、まああのうん、し昭和期質というか、まあ、親分派だっていうところとかがやっぱ素敵だなっていうふうに改めて自分の父ちゃんの,あのすごかったすごいなっていうふうに思ったところをあの感じるわけなんですよね。 でその後、まあ祭りがどんどん盛り上がっていくわけなんですけど昴、まあ、生さんは自分の友達と一緒にいろいろあったけど開催できてよかったなというふうに縁日を見回ってたわけなんですよねだったらあの頑固な嫌な町内会長が自分の孫娘と一緒に縁日を楽しんでい,いたわけなんですよねでこっちを見つけてちょっと気まずそうに目を背けるわけなんですけどまあ,あのなんだお前とあの迷惑だからそんな金集めるなとか あのなんか散々文句言ってきたくせに、ね「お前楽しんでるんじゃないか」っていうふうに二人で服装を読むわけなんですよねざまみろって。いやうんなんかもうちょっとギャフンと言わせたが個人的にギャフンとしてほしかったところなんですけど、まあ、何せを町内会長も、まあ、自分の考えを少し改めたんじゃないのかなっていうふうに僕個人としては期待しているところなんですけどそして、まあ、ゆうきくんと早苗ちゃんもそのまああの11月とか12月ぐらいの話なんですけど受験勉強の合間に、まあ、帰り道にちょっと縁日を楽しむっていう。 小話もありつつ、こうさんが主人公の地元のお祭りのお話も終わっていくわけなんですよね。そして。次があの三匹のおっさんたちのラストエピソードかな、偽三匹のおっさんたちが登場するっていうお話なんですけど。 1>, まあ、あの1月2月ぐらいの話でうきく,くんとさなえちゃんがセンター試験とか絶賛受けているっていうようなところなんですけど、まあ、センター試験が終わった結城くんなんですけど帰り道その自転車から降りて靴紐を結んでいたら謎のおっさん3人組が登場して顔にライトを照らしてくるわけなんですよね「お前怪しいな」ってこの道でうずくまって何をしていた 荷物を見せろみたいなふうに言ってくるわけなんですよね。いや、靴も結んでただけだよって。じゃあなぜさっさとそう言わない何かえあや,しえあのやましいことがあったんじゃないのかみたいなふうに言ってくるわけなんですよね。誰だってライト向けられてそんな偉そうに言われたら腹が立つし、なんで警察でもないお前らに荷物を見せなきゃいけないんだよっていうふうに言うわけなんですよね。っていうふうに、あの、なんか、まあ、売り言葉に買い言葉で喧んかをしてたら大人をなめるな、大人をなめるなよっていうふうに、 なんか話が通じないおっさんたちで「こいつらめんどくさ」「もうあのさっさとチャリ飛ばして帰ろうかな」というふうになるわけなんですよねだったら自分の祖父のあのュウが現れるわけなんですよね何かありましたかとでまあ2人の話あの、まあおっさんたちと勇気との話を聞いてまあ、おっさんたちの主張としては近頃放火窯放火魔が現れてるから火の用心でパトロールしていただったら暗闇でゴソゴソしているやつを見つけたからわしらは声をかけたんじゃっていうふうにだったら荷物を見せんしこいつ怪しいっていうふうになるわけなんですよねで まあ、キヨはそのわしの孫ですと。で、まあ、あの髪も明るいし、あのまあ、なんかチャラチャラしてるように見えて、あの怪しいのは確かにあのこちらも承知しておりますと。ただ、その彼も受験勉強で、そして予備校の帰りで、あのあのまあ、この時間帯この辺を歩いていますと。ということもあるから、まあ、あの怪しまれる行動をしたうちの孫も孫だけど、あんまり色眼鏡であのああの決めつけて、 あのなんか権力を振りかざす自分の正義だっていうふうに思い込むのもどうかと思いますよっていうふうにキヨさんはそのおっさんたち3人に注意をさせてユウキくんと一緒に帰るわけなんですよね場を収まるわけなんですよねでキヨもまあんまりケンカ越しになるなっていうふうに言うわけなんですよねただユウキくんもいや年上だからといって目上の人とは限らないだろうと目上の人を敬えって言うけど あのなんで年取ってるだけでその人が自分より偉いっていうことになるんだよと中身空っぽなのに年食ってるだけで偉そうな、まあ、大人たちに腹が立つわけなんですよねただあのキヨさんはあの世の中には話融通の利かない話の,あの,話の通じないようなやつもいるとだからお前が一歩大人になるっていうのもその重要なことだよっていうふうに言ってくれるわけなんですよねまあ優輝くんの中ではあのおっちゃんたちよりも自分の方がまだ話が通じるっていうふうにあの、まあ、自分のことを信頼してくれてるんだなっていうふうにまあ 納得する君なんでするんなでけどただ後日新聞で地方紙であのおっさんたちが不審火をあの止めたっていうことそしてそれを警察に褒められてるっていう表彰されるっていう記事を見つけるわけなんですよねあ本当にあいつら活躍してるんだっていう風に思うわけなんですけどただその一方であいつらがわしらは表彰されたんだだから警察の代理権限があるんだみたいな風にさらに調子に乗らなければいいけどっていう風に今日は思うんですけどただその一方で。 その3人組の一人は奥さん吉江さんの学生時代の1個上の先輩だったわけなんですよねあのあの奥さんは清の3つ下なわけなんですけどであのその3匹のおさんのうちの一人は清の2つ下なわけなんですよねでまあ,あのその一人っていうのが吉江さんと学生時代吹奏楽部で一緒で1個上の先輩で吹奏楽部の部長をしていた真面目で正義感の強い人だったっていうふうに言ってたわけなんですよねあああの人こんなことしてるんだっていうふうに言ったわけなんですよね でお前の知り合いだったのかっていうふうに思いつつも、まあ、あの居酒屋クジラであのこういうことがあったで偽3匹が出とるけどで表彰されたんじゃっていうような話とかも愚痴ってるわけなんですよねまあとはいえ3人は相変わらずパト,パ,あのパトロールを続けるわけなんですけどでコンビニ裏で未成年がタバコを吸ってるところを見つけてあのシゲとかキヨが注意,注意をするわけなんですよねであのお前ら未成年かっていうふうに,お前,らにはあのお前ら自陣には関係ねえだろっていうふうに言われるわけなんですけど ただ、まあ、あの武道の達人の2人がいるから学生たちにヤンキーたちに多少すぐまれても全然動じないわけなんですよねであの、まあ、覚えてやがれみたいなふうに言ってライターを置いてあの学生たちは逃げるわけなんですけどでそこに偽三匹が登場するわけなんですよねでシゲたちに対して「お前らライター持ってるな怪しいな」みたいなふうに言うわけなんですよねいや大人がライターを持ってたらおかしいのかっていうふうにシゲも腹が立つわけなんですけどただ そこで口喧嘩になってたら偽3匹は「いやわた私たちは不審火を止めてこの前警察にされた表彰されたんだぞ」っていう風に言うわけなんですよね。このまま警察にに行っっててもいいいんんだぞっていうう風言うわけなんですよ。で、シゲもその警察あの、さっき少年たちを注意する時に「そうかじゃあこのまま警察に行くか」みたいな風に言ってた言葉をしげがそのまま偽3匹に返されて「いやあのここで俺がなんか多少言ってもさっきの少年たちと同じような立場に見えてしまうのか」。 っていうう風になんか戸惑うわけなんですよ、ねあのまあ、このまあこれは確かに勇気が戸惑うよなとあの動揺するよなとなんかすごい言いがかわりをつけていてそのなんか自分が正義だっていうことを振りかざして言い方も乱暴だしめちゃくちゃ腹が立つおっさんたちだなってわけなんですけどでしげさんも反応するわけなんですよね。まあ、俺もも一緒にに警察に行ってもいいけど あのお前ら荷物見せろっていう風に言ったりとか一般人を明らかに超えた一見行為だよなと警察でもないのにってそんなことをしてせっかく表彰されたのに警察たちに何か言われても知らねえぞっていう風に言うわけなんですよねそしてあの俺はこのヨイドルクジラっていう居酒屋の亭主をやってるんだとだからでいつでもここにいるといやましいことが何もないから身分を明かすと何か気になることがあったらいつでも来いよっていう風に言うわけなんですよねであのまあその後あの警察が 出てくるわけけなんですけど警察が何かありましたかっていうふうにたまたま出会うわけなんですけどその警察はあのまあ,あいやこのこの後の話からすみませんえっ、ー、とまあ逃げも隠れもしねえよっていうふうに言うわけなんですよねで後日まあ、また3匹は見回りをしていたわけなんですけどだったら放火窯っぽいやつあの家の外に新聞を出してる家庭があっていやここ新聞あの放火窯に狙われやすいぞっていうふうに今日が思ってたらなんか ココソコソと動く影を見つけるわけなんですよねでこいつ怪しいなっていうふうに思って監視してたらあの着火剤のチューブを新聞の上に練りーっていうふうに出して火をつけようとしてる奴がいたから「おいお前何をしてる?」っていうふうに言ってあのまあ清も剣道の達人だからあの、まあ、剣でしばいてあの捕まえてたわけなんですよねおとなしくしろっていうふうに言ってたわけなんですよねだったら清の顔面にそのまあなんか。 光が照らされるわけなんですまぶ、ね、しいっていう風になって拘束が解かれて放火魔が逃げていくわけなんですよねだったら二ス三匹が「お前ここで何をしてる?」みたいな風に言ってあのお前がお前らが顔にライトを照らしたせいで放火魔が「バカ野郎さっきのが放火魔だ」というふうに逃がしちゃったじゃないかという風になるわけなんですよねだったら二ス三匹は「お前が怪しい行動をしてたから照らさずにはいら,いられなかったじゃないか」みたいな風に責任転嫁をしてくるわけなんですよねで自分の日を全く その日を認めなないわけなんですよしかもあの偽3匹はキヨさんに対してお前があのこのフォーカマを捕まえてわしらの手柄を横取りするつもりだったんだろうみたいな風に言うわけなんですよキヨさんはもうそもそも同じ投票で戦ってなくて誰が捕まえてもいいとお前らの手柄でもいいとただ治安を良くしたいだけなのにそのなんかあの目先の数字というか、ま、その承認欲に取りつかれたお,おっさんたちに対して。 腹が立つわけなんですよねお前らのせいで放火魔を逃がしたんだと今論点はそこじゃねえだろっていうふうになるわけなんですけどそこで警察が来るわけなんですよね何かありましたかとであのこうこうこういうことがあってっていうふうに言うわけなんですけど警察はまあそのご老人もそのキヨさんもそのまあなんだろう放火魔を捕まえようとして逆に帰り道にあっても危ないですからあのまあ散歩ついでに。 市内を持ってて歩いてるのも、まあ、武道家だからたしなみなのかもしれませんけどあんまり一人でその無言に突っ込むのも良くないですよみたいな風にキさんがたしなめられて「あのわしに非があるのか」みたいな風にちょっと腹が立つわけなんですよね。でまあ生3匹がどうしてキヨにとか3匹に突っかかってくるのかというとその偽3匹のボスの松木がそのキの2つ年下でキの妻ヨシエさんと同じ部活で部長だったわけなんですよね。で あの彼は松木さんは好江ちゃんが初恋の相手だったわけなんですよね。で、喜、ま、与、あ、さんは好江さんと結婚して子供を産んでるわけなんですけど、あの自分の初恋相手を奪った喜与に嫉妬してるわけなんですよね。で、まあ、松木さんもちろん結婚してるし子供も家庭もあるわけなんですけど、ただ初恋は別だっていうわけなんですよね。で、まあ、最近、地元に帰ってきて、好江さんにあの会ったわけなんですよね、街中で、で。で、昔と変わらず可愛いままらしいんですよね、あの彼曰わく。 あのであのまあもういい年してデレデレというかあの口下手になっていたわけなんですけど雑談してたら吉エさんから新しい趣味に地域パトロールなんでいかがうみたいな風に言われてまあ好き,な人に好きだった人にそういう風に言われてかっこつけなきゃっていう風に思ってっていうか次会った時の話題作りのためにもその、まあ、地元の友達たちにも声かけて地域パトロールを始めたわけなんですよね。でそんな時あの自分の初恋の相手の旦那が現れて。 を捕まえよようとしていたわけなんですよねだから対抗意識が生まれて負けてたまるかというふうに思っていてだからこそキヨさんたちにもう何度も何度もつっかかっていたわけなんですよね。というモチベーションがあってわしはあいつらには負けんっていうふうに思ってあのパトロールを続けるわけなんですけどそのな中、まあ、夜公園にたむろしてる喫煙者たちを見つけて、まあ、先日キヨたちもああの3匹たちもあのライバルたちもあの追っ払っていたんだし。 わしらも捕まえられるだろうっていうふうに自分にもできるはずだろうっていうふうに思って注意しに行く3匹なわけなんですよねだったら56人のヤンキーたちがあんなんお前やっちまうかっていうふうに血がついてくるわけなんですよねで松木さんたち偽3匹には清とか茂みたいに武道の,の達人なんていないから背格好が似てるだけでね <laughs> あのまずいっていうふうになるわけなんですよねでけ,け警察を呼んでいいんじゃよっていい,いいのかっていうふうに言うわけなんですけどあんこいつら黙らせてさっさとやっちまうかみたいなふうになるわけなんですよね でもう完全に萎縮して縮み上がって囲まれているあのおっさんたちを見てのパトロールしていたキオたちがたまたま見つけるわけなんですよねでとにかく中裁に入るわけなんですけど「なんだお前新しいじじいこいつらのこのじじいたちの味方か?」っていうふうになってキオはいやただの知人じゃとあの仲良くはないとただ喧嘩してるようだったので中に入ったっていうふうになるわけなんですよねだったら祭次、ま、はその学生たちに対して だからタバコ吸ってた若者たちに対してお前らあの免許証を見せろと未成年じゃなのにタバコ吸ってんじゃねえのかっていうふうに言うわけなんですよねなんでお前に見せなきゃいけねえんだよっていうふうに言いつつもじゃあ見せたらいいのかっていうふうになるわけなんですよねそのうちの一人がなんと成人してたんですよねまあ,あの未成年の人もいるかもしれないけどこうなったら一番厄介なパターンなんですよそのタバコをすあのあの成人している人だけがタバコ吸ってたというふうに言い逃れもできるしそしてその若者たちは おじじいジジイ何してくれてんだよ俺ら成人してるのにさ言いがかり好きだってこれ慰謝料いるよなみたいな風に言ってくるわけなんですよね落とし前つけろっていうふうに責任取れっていうふうになるわけなんですよただ清はそんな払う必要ないと確かにこのじじいたちがやりすぎたけど慰謝料を払う義務なんて一切ないっていうふうに言ってあなんだ新しいじじおめえ邪魔だなっていうふうになるわけなんですよねそこで清としげがまああの胸ぐらつかまれたからこれもう正当ボーイだよねっていうふうに言って あの案の定ボッコボココにするわけなんで,すよ、ね、で <laughs> 少年たちは「覚えてるよ!」っていうふうに言いながら仲間たちを担いで逃げていくわけなんですよねで、まあ、助けられたわけなんですけど祭り、ま、はむきになってキヨたちにお礼を言うどころかあのお前らまた手柄を横取りしやがってみたいなふうに言うわけなんですよね感謝の気持ちも,も伝えられないわけなんですよねであのお前はいつもキヨはそうやっていつもいつもそのいいとこ取りをしようって言って あよしえちゃんも奪いやがってみたいな風に言ってくるわけなんですよね。で、清からしたら、え何の話だっていう風になるわけなんですよね。で、お前みたいなやつがどうして最後にいいところを取っていくんだと、よしえちゃんを残して、県外に、剣道にあの大学のし、大学で剣道をするために、よしえちゃんを残して、県外に行って、よしえちゃん寂しいっていう風に言ってたのに、なんでお前が最終的に吉江ちゃんとくっついてるんじゃっていう風にあに言うわけなんですよね。で、あの,あの、まあ、3人とも唖然とするわけなんですよ。 あのまあ、そんなく,くそくだらない感情を聞いているうちに近くで火事が起こるわけなんですよね。まあ、あの偽三匹とかの他の他清も「わしから付き合ってくれ」と言ったわけではないっていうふうにそんな県外に行かれたけどわし,あのわしから待っといてくれって言ったわけじゃないとだったらあのそんなことを自分から告白しなくてもモテ,モテるっていうアピールなのかみたいなふうにやっかみをされるわけなんですよね。 でもくだらねえなーっていうふうにキヨが思ってたらあの放火だっていうか火事だーっていうふうな感じの声が聞こえるわけなんですよねでもうあのこんなことしてる場合じゃないと火事だから現場に行くぞっていうふうになるわけなんですよねで偽3匹の町内だから偽3匹はあのついてこいっていうふうにキヨたちに近道を教えるわけなんですよねでまあその火事が絶賛広がってるところなんですけど、まあ、それはキヨが先日取り逃した放火魔のせいだと思うんですけど あの,ノリの提案で、まあ、見ている場合じゃないと周囲の野獣馬たちにこういう時は火事場泥棒が出てくるんだから注意喚起をしようとそのお宅の家閉めてますかっていうふうに言いに行けっていうふうになるわけなんですよねで清たち3匹も言うわけなんですけどもちろんその自分の町内だからその顔見知りの多いリス3匹たちが言った方が効果的だろうっていうふうにノリは言ってリス3匹に活躍してもらうわけなんですよねで火、まあ、もすぐ沈下したのと火事場泥棒を牽制できたっていうのがあって まあ偽三匹の評判っていうのはさらに町内で上がるわけなんですよね。そして後日放火門をすぐに警察の手で捕まりましたっていうのが新聞に出るわけなんですよね。その後、まあ偽三匹が資源のお店、ヨいドルクジラにお礼を言いに来るわけなんですよね。まあ清たち3人がいたわけなんですけど、なんだお前らまたわし,わしらに文句あるのかっていうふうに清は攻撃的な姿勢になるわけなんですけど、いや、あの、ありがとうということと今まで悪かったっていうことを言いに来たって、あの前、名刺くれたじゃんかと、あの、場所を教えてくれたから来たんじゃと。で、 あのこの前の放火の事件だってあ,あなたたちの手柄なのにわしらがその褒美というか何か評判が良くなったとそ,それは正当じゃないっていうふうに言うわけなんですよねしかも,もうこの夜回りもやめようと思うとわしらはその正義正自分は正義だっていう気持ちに取りつかれていたけど不良にすら勝てないっていうそのあんたらと違って剣道とか柔道とかを極めてるわけでもない武道の達人でもないじじいたちが夜回りをしたところで。 この前みたいにに危険な目うだけだから身の程をまええよようううううと思っっってていいのを伝にに来たた言わけなんですね。だあ日の用心とかならしたらいいんじゃないっていうふうに言うわけなんですよね、まあ、日の用心、ね、カンカンっていうふうに地元を回ったらそのまあ法我とか、まあ、悪いことしようとしてる人たちは近くに警戒している人がいるっていうふうに思うだけでや,りやらなくなるわけなんですよねっていうふうにあんたらたちでも別に腕っぷしが弱くてもできることはあるんじゃよっていうふうに キオは言うわけなんですよねで、まあ、23匹たちは去っていくわけなんですけどキヨは家帰ってから、まあ、奥さん吉しさんに対して、まあ、あのこいつもライバルがてか、まあ、わしもいろんなライバルを蹴散らしてこの,この人を勝ち取ったんだなと奥さんをたまにはねぎらってあげないとなっていうふうになって今度2人で温泉でも行くかっていうふうに計画するわけなんですよねで一方でユウキ君は無事サナイちゃんと一緒に大学の第一志望に合格しましたというところでじゃあお祝いするかと。 で清たちはじゃあ祝ってやるからあのこれお小遣いじゃというか合格祝いじゃっていうのとあのなんか合格祝いしてやるからいくら買ってきてっていうふうに清の,の奥さんに言われて「なんで合格したのに人遣いが荒いな」って「いや合格したからいくらのせてあげてるんでしょ」って早く行ってきなさいみたいなふうに言われるわけなんですよね。で、まあ、早苗ちゃんはこの前あの,のりの再婚候補だったあの半年前のでいいことなんですけどあの美佐子さんからお祝いの花をもらうわけなんですよね。まああの 時間の花を継ぐみたいな話だったと思うんですけど「でありがとうございます」っていうふうになるしでなおかつあのキヨさんは、まあ、あの生徒がいなくなってもうなんか腹が立って道場を閉鎖したけど、まあ、いつでもその社会人でもその、まあ、体を動かすエクササイズとしてそして少年,たちに少年少女たちにもなんか、まあ、あの興味がある方いつでもお待ちしておりますっていうようなチラシを家の周りとかに貼るわけな,貼るわけなんですよね。 やってるというそのまあ何か、まあ、注意喚起じゃないけどその掲載というか広告をしておくだけで誰かが門、まあ、を叩いてくれるかもしれないっていう風に門票を叩いてくれるかもしれないっていう風に思ってと,りとにかく不適されるんじゃなくてやることをやることが大事なんだなっていうことが、まあ、この夜回りを始めてからこの数年で学んだことだなっていう風に思ったところでお話が終わるわけなんですよね。ということで三匹の再びのエピソードは 全て終わるわるけけなんですけどもう一個だけ「3匹のおっさん」再びの中でショートストーリーがあるわけなんですよね。でそれを紹介して終わりたいなっていうふうに思うんですけどその前作「3匹のおっさんの」あの1作目で出てきたさなえちゃんの友達すぐ引っ越しちゃったじゅんこちゃんの幼少期のお話なんですけどでじゅんこちゃんは第1作でさなえちゃんと一悶もんちゃくあった友人なんですけどさなえちゃんがまあんこちゃんはもあのまあなんかすごいデリカシーのないようなギャルだったんですけど。 で、早苗ちゃんがゆうきくんに助けられてで、ゆうきくんと早苗ちゃんがいい感じになってるところに「あさ早苗じゃんこのイケメン誰?」みたいなふうになって「あのまあ、早苗あのなんかゆうきくんと付き合ってないんだったら私に紹介してよ」みたいなふうになってでっていうふうに一と着ちゃくあったんですけど、まあ、そんなあの純子ちゃんは、えー、と男に騙されて下着姿をそのアイドルになれるよみたいなふうに言われてでなんか変な契約書とかにサインされて。 あのまあ、撮影会という風に称されて下着姿を撮られてでそれを脅されて、まあ、肉体関係を迫られていたわけなんですけどで自分はピンチなのに早苗ちゃんはそのレイプされそうになった時にゆうきくんたちに助けられたっていうのがあってただじゅんこちゃんは自分がピンチの時に誰もヒーローが現れてくれないっていうのが悔しくてで早苗ちゃんにとってのヒーローだったゆうきくんが欲しかったそして守って欲しかったっていうのがあって早苗ちゃんを引っかけ回してたっていうところがあったわけなんですよね。で結局そのまあ 悪質な男はキヨたちが退治してくれたっていうのがあってそしてなおかつんこちゃんのお父さんは銀行員なので引っ越し,しましたっていうところがあって第1作のストーリーは終わったわけなんですよねでそんなんこちゃんが小学校6年生の時の話なんですけど中学校に上がる前にまあ,あの卒業式の時にあの、まあ、純子ちゃんがあの親の都合で引っ越すことになりますっていうのが小学校で先生からの口から言われるわけなんですよねで、大して仲良くもない表面上の 女の子の友達たちが「ええー、転校しちゃうの悲しい」みたいな風に言ってくるわけなんですよね。まあクラスメイトの転校というドラマチックなイベントに参加したいというだけだと思うんですけどあのま,まああの純子ちゃんはもともとは暗くて内向的でおとなしい感じの少女でどうせそういう上辺だけの人間関係なんだろうなという風に思いつつもありがとうっていう風になるわけなんですよね。でまああと卒業までえ卒業というか卒業兼引っ越しまで、まあ、1ヶ月あるかないかぐらいの話だったんですけど だったら同級生のイケメンの男の子の草壁くんが話しかけてくれるわけなんですよね。あのちょっっと今時間いいいいてて見せたいものがあるんんだっていうふうに言うわけなんですよねで草壁くんは、まあ、活発なイケメンってわけじゃないんですけど知的なおとなしいあのイケメンなんですけど転校までの数日2人は休み時間の間に中庭に行って草壁くんがいろんなお花を教えてくれるわけなんですよね。 これは白爪草って言ってねみたいな話だったりとか、これはあのなきキュウリ草みたいなやつだったから、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、見た目全然キュウリじゃないけど、その断面を、の茎の匂いを嗅いでみたら、キュウリみたいな匂いがするみたいな、そんなお花とかがあるわけなんですよね。で、いろいろ教えてくれるわけなんですよ。そんなある日、あの、女子たちが嫉妬して、純子ちゃんをトイレに呼び出して集団で、あの、あんた、調子乗ってないみたいな。草壁くんと仲良くしちゃってさ、みたいな風に言うわけなんですよね。で、 あの何してんの?」っていう風になるけど「理科のこと教えてもらってて」っていうにじに純子ちゃんが言ったら「理科のこと教えてほしいんだったら理科の先生に聞いたらいいじゃん」ってあの転校するから道場を引いてんじゃねえよ気持ち悪いみたいな風に女子たちに言われるわけなんですよね「まあ女子怖っ」っていう風にちょっと僕も思うわけなんですけどただまあそういうこともあって女子の圧力に逆らうのめんどくさいなってもう転校してこの女子たちと女どもと関わる機会っていうのももう一生ないだろうけどあと数日 この面倒な,かんなことを言われるぐらいだったら日下部君とは距離を置こうっていうふうになって人間関係が面倒になって日下部君に「ねえんこちゃん今いい?」っていうふうに言わ,れ言われたけどごめん私もう行けないっていうふうに言って日下部君が寂しそうに「迷惑だった?」っていうふうに聞くんですけどじゅんこちゃんは「ううん」っていうふうに首を振るんですけどもう日下部君の目を見れないわけなんですよねでそれから数日がすご過ぎていくわけなんですけど 担任の先生が体育会見の空気を読めない熱血教師自分は金八先生ですみたいなその自分は生徒たちから好かれるその人望あふれる熱血教師になりたいっていうのがあ,のありありと出ているような感じの先生なんですけどその先生が純子ちゃんのお別れ会をしようっていうふうに言うわけなんですよねただ純子ちゃんは嫌ですとで遠慮するんじゃないせっかくだからお別れ会しようというふうに言うあの先生強行するわけなんですよねただ で開説されることになるわけなんですけどでお別れ会で仲のいい友達からはプレゼントもらえたりとかまあそうじゃない人たちからは手紙をもらえたりとかするわけなんですけどただまあ一般ずつそれぞれ半ずつじゃあ一般の,あの少年少女たち純子ちゃんにあのなんかプレゼントとか渡さなかったら渡しなさいっていうふうになるわけなんですけど男の子たちは、まあ、あの手紙を渡していくわけなんですよねただ女の子たちは何にも渡さないわけなんですよでクスクス笑ってるわけなんですよね。で あのまあ、純子ちゃん全部知ってたわけなんですよねどうせ多分その女子たちがソース感してそういうふうにしてくるんだろうって。で寄せ書きもスカスカだったりとかその女子たちもコピペンみたいなみんな同じセリフなんですよね。で、まあ、あの自分と仲の良かったその地味めな子とかはなんか自分なりにちょっとコメントを書いてくれたりとかしてるわけなんですけどその子たちもそ,のそういうコメントを書いたら後で他のカースト上位の子たちから。 あの叩かれたりとかするだろうけど勇気を出して純子ちゃんさよならみたいなふうにそのなんか自分の気持ちをつづってくれているわけなんですよね。でそういう子たちはなんか手紙を書いてくれていたりとか最後にボソッと他の女の子たちに聞かれないように「ごめん私その、まあ、あなたのこと守れなくて、ね」みたいな風に言ったりとかしてるわけなんですよね。でまあそんな中、まあ、大半の女子たちはあの純子ちゃんに対してあの、まあ、ひどいことしてるからあのまあというかあの担任の先生もその,あのなんか。 顔を引きずらして「おいおいみんな今日お別れ会だ」っていうことを忘れちゃったのかなあのプレゼントを忘れ家におうちに忘れちゃったのかなみたいな風にごまかすわけなんですけど自国の空気は続いたままお別れ会があの続行されるわけなんですよねで日下部君の番になるわけなんですけど日下部君が手紙渡してくれるわけなんですよね「純子ちゃんさよなら」っていうふうに言ってで手紙の中にはあの「もっといろんなお花の名前を教えたかったです」っていうふうに書いてたわけなんですよねで まあそれから卒業式になるわけなんですけど、草下部君は卒業式の後順子ちゃん、渡したいものがあるんだっていうふうに、手を取って、教室から連れ出してくれるわけなんですよね。順、まあ、子ちゃんも卒業式が終わったら、みんなとお別れないわけなんですけど、あの忌々しい女たちにも、もう会わなくて済むわけなんですよね。そしてもう、これが最後だから、今、どう思われようが、周りにどれだけ注目されようが、したこっちゃないと、しかも、草下部君が私の手を取ってくれたと、これは、ま、あの逆転ホームランだっていうふうに思いながら、二人で中庭に,に行くわけなんですよね。 で、日下部君はそのなんでお花をあの純子ちゃんに教えてくれていたかというと、まあ、お別れする人には花の名前を教えておきなさいっていうふうに日下部君のお母さんがあの,の教えだったわけなんですよねだからあのなんだろう純子ちゃんにいろいろ言ってたわけなんですけどで僕ここで気づいたんですけど。 植物図鑑っていう小説僕前回紹介別の動画で紹介してるんですけど有川博さんの作品でねであの植物にめちゃくちゃ詳しいく君といそしてく君をたまたま拾ったあの OL のさやかちゃんとのラブストーリーだったんですけどでく君の名字草壁なんですよねで後ほどさやかちゃんと草壁君は結婚するわけなんですけどということでここでやっと気づいたんですけどなんか植物にけに詳しい男の子っていうふうに思ってたら多分。 多分かほぼ確実にその草壁くんのお母さんは植物図鑑のヒロインのさやかちゃんなんですよね。でさやかちゃんはあの旦那さんいつきくんの,しの考え方であの去る人には,のの人にはそ,のその人にあったお花の名前を教えなさいみたいなことを聞いていたからさやかちゃん自分の子供にもその教えを踏襲させていたというか伝えていたわけなんですよね。だから純子ちゃんにもいろいろお花の話をしていたわけなんですよね。で まあ、あの草下部君と純子ちゃんは小学4年生ぐらいの時から交流があったわけなんですよね夏休みにそのヘチマ観察の当番が一緒だったわけなんですよで当時から草壁部君は人気だったわけなんですけど、まあ、純子ちゃんと草壁部君が2人でいる時にいろんな植物の話とかを純子ちゃんは当時から聞いていたわけなんですよで面白かったわけなんですけどただ女子の圧力に屈してというか、まあ、女子の面倒な同調圧力とかその女子同士の戦争に巻き込まれたくないから「あの草下部君と一緒の班なんだ」 私と当番変わってくれないみたいな風に言われて分かったっていう風に変わったわけなんですよね。ということがあって草壁くんはなんかあの純子ちゃんと一緒にいる時すごい楽しかったけどなんか他の女子あのまあ,あの夏休みの後半来てくれなかったよねってなんか他の女子たち植物の話とかと違って全然関係ない話ばっかりするからあのなんかあんまり楽しくなかったんだよなってもっと純子ちゃんと一緒にあの当番したかったんだよねっていう風に。 あのまあ、草下部君の中では純子ちゃんは意外と大きい存在だったっていうことが明らかになるわけなんですよね。っていうのもあって卒業する時純子ちゃんが離れ離れになる時き寂しかったからその話をしていたわけなんですよね。でそれからまあ純子ちゃんが多分大学生か高校生か分かんないですけどまたその昔のことを思い出した純子ちゃんに時が戻ってきてで私今思い返したらやっぱ男運ってあ,のあんまり悪くないのよねっていうふうに思うわけなんですよね。 その草壁くんだったりとかそして3匹,3匹のおっさんの時はゆうきくんだったりとかす、まあ、素敵な男性たちに囲まれていたんだなってだからあの、まあ、たくさん展望を繰り返すことによって早苗ちゃんと会った時みたいに軽いキャラにを意図的に作ることはできていたけどまあキャラ編やめるかっていうふうになってもっと人名な髪の色にしようっていうふうにお母さんちょっとあの引っ越しの準備忙しいと思うけどあのなんか美容室行くからお金貸してっていうふうに言うところでこのお話が終わるわけなんですよね。 ということでまさかの,あの植物図鑑と3匹のおっさんの世界観が合わさったあのサイドストーリーが最後に紹介されてあの終わりっていうふうになるのがねなんかわあ面白いなってあの有川先生のいろんな作品を触れていたからこそ楽しめる作品が最後に挿入されてて面白かったなっていうふうに思ったのとちょっとね3匹のおっさんの続編見たいなっていうふうにやっぱ思っちゃいましたね。なんか うん、も,もっと話広げれるけど、まあ、偽三匹登場とかゆうきくんたちが大学に行くっていうところとかで、まあ、これ以上はないのかもしれないですけどそしてこの小説自体がもう10年ぐらい前に出たでや,やつでまだ続編が出てないってこと,ことはもう続編出さないのかもしれないですけど何せを、まあ、すごい楽しめた作品だったので。あの 皆さんもぜひ3匹のおっさんと3匹のおっさん再びあのご覧になっていただきたいなというふうに思います。ということで今回は以上最後まで聞いていただきありがとうございました。バイバイ。